こっちさえアウェイだな、むしろ今年どうなんだよみたいなね、そうそうそう、おいどうなんだどうすんだろうみたいな、大丈夫なのかよっていう話ですよ、いらないの、喋らんでいいの、その3人だけで、ちょっと待って、大丈夫です、あ、これだけ、This is Radio Bird 82.5 FM. FM Tutori. Radio Bird's special program. Around the Tutori. Around the Tutori. Coming to you live from somewhere in Tutori. To all over the world. With Ustream and FM Radio. This is Radio Bird's special program. Special program. Around the Tutori. Around the Tutori. Gainare Tutori. Home Game Radio. Home Game Radio. さあ時刻は午後2時を回りました。1月15日日曜日、皆さんお元気でしょうか。レディオバードの甲田恵子です。さあここからの時間はレディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオスペシャルエディションということで、今日はですね、いつものレディオバードを飛び出しまして、地図街道商店街にあります五蔵園ビル特設スタジオから、この後午後3時まで公開生放送をお届けしていきます。いつもガイナーレ鳥取のホームゲームのキックオフまでの時間にお届けしているこのホームゲームレディオなんですが、今日はスペシャルエディションということで、実は昨年1年間、ガイナーレ鳥取のホームゲームレディオの中で、非常に人気を博した名物コーナーがありまして、こちらをですねスペシャルエディションということで時間拡大バージョンでお届けしていこうと思います。さあそれでは早速今日お招きしています3名のゲストの方、まずはご紹介したいと思います。まずは、昨年までガイナーレ鳥取の GM を務められました竹原海さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして同じくこちらはレディオバードのご意見番でございます、サッカー解説フリースポーツフリーライター石倉俊秀さんです。こんにちは。そしてもう一方、こちらはですねレディオバードの毎週金曜日にお届けしていますウィークリー、ガイナレ鳥取ウィークリーインフォメーション、こちらで私と一緒に昨年は、番組のコーナーを務めてくださいましたガイナレ鳥取広報の浜田雅人さんです。どうも浜田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜田さん小さくなっていやもう胸張ってこいよ。そう、若干こう浜田さんの借りてきた猫感が僕はもう座ってればいいと思ってます。いや違いますよ、今日はガリガリで喋ってもらいますので、よろしくお願いします。2012年はもうあなたから関係者はね関係者は1人関係者は35歳独身無職ですよ。もう僕も41歳自営業ですけどおふくろも泣いてますよ。あ、同じです。はい、さあもうすでにいろんなトークが始まっておりますが、はい、今回はこのスタイルでですね午後3時までの公開生放送をお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しんでいただきたいと思います。そして今回のこの公開生放送も FM のラジオだけではなくユーストリームを使って映像もお届けしております。もうすでにユーストリームの配信スタートしておりますので、カメラがいろいろありますが、こちらの方もぜひ映像で楽しんでいただきたいと思います。 iPhone、 それから Android 携帯などのスマートフォン、あとパソコンからアクセスしてチェックしていただき
伝えと思います。ユーストリームへのアクセス方法まずお伝えします。 iPhone それから Android 携帯などのスマートフォンの方はユーストリームのアプリで FM825 こちらを検索してください。そしてパソコンからアクセスという方は FM 鳥取のホームページから簡単にアクセスできるようになっておりますので、こちらでアクセスしていただきたいと思います。なぜか会場にいる3名のゲストの方が今一斉にスマートフォンを手に取りました。はい、ユーストアプリがねえなはい、皆さんぜひチェックしてくださいさあそして、今回はですねラジオそれからユーストリームをご覧の皆さんからの質問それからメッセージなどこちらもどんどんご紹介していきまして竹花さん石倉さん浜田さんにお答えしていただきたいと思います。今だから聞いてみたい、いやそうなんですか今だから聞いてみたいあんなことこんなこともう担当直入なメッセージもお待ちしておりますのでぜひこちらもお寄せいただきたいと思います。はい、質問それからメッセージを送りたいという方まずメールの方は 825@radiobird.net 825@radiobird.net そしてツイッターの方はハッシュタグ FM825 ハッシュタグ FM825 こちらでつぶやいていただきたいと思います。会場にいらっしゃる方もぜひあのハッシュタグ825でつぶやいていただいてそうすると質問が採用されますのでよろしくお願いしたいと思います。それでも彼挙手も彼です、はい、恥ずかしいなという方そうそう恥ずかしいなという方お越しください皆さんあと3席くらい空いてます、はい、いやまだまだ空いてますまだ少ない、はい、大丈夫でしょ、まあ、3席っていうのが見えました。こちらの御前ビルの方にもぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、2階になってますからねあの上まで上がってきてくださいね遊びに来られる方。さあそれではこの後午後3時までレディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオスペシャルエディションラジオでそして映像でぜひご一緒にお楽しみください。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainaray Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.
Radio Bird Special Program. Gainaray Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.さあ時刻は2時8分30秒回っています。今日は地図街道商店街にあります五蔵園ビル特設スタジオ2階にあります特設スタジオの方から、ガイナレドとリフォームゲームエディオスペシャルエディションをお届けしております。ということで、ここからはですね、いろんなお話をお三方にお伺いしていこうと思うんですが、まずはその前に竹花さん、はい、去年 の、はい、あのガイナレホームゲームレディオの時に石倉さんのお誕生日のお祝いしたじゃないですか。しましたね。しましたでしょ、はい、であの時に竹花さんが俺にケーキはないのかと、はい、ちょっと素手でいらっしゃったので今日は実はご用意いたしました。おお。おお。すいません、なんかそのお別れのケーキみたいな。しかも、まあまあ、あの、ありがとうございます。正直ね、あの、その瞬間瞬間で生きてるんで、あの、そんなこと言ったことをもう覚えてない。マジでですか？ありがとうございます。美味しいですよ、このケーキ。そうなんですよ、美味しいですよ。どこ？これはどこ？今日はですね、あの、ここのコロコロ美味しいですよ。そうです、ゴゾエフィルさんのカフェのケーキです。あらちょっと、あの、カメラにちらっとお見せ。いちごのショートケーキ。いちごのね、タルトですね、これは。タルトです。見えるかな？はい、ラジオご覧の方はいちごのショートケーキになってまして、上にちょっとミントが乗ってる感じです。はい、五蔵園薬局さんに上に、そうです。カフェの名前は何でしたっけ。カフェの名前は五蔵園薬局って、こんなに美味しそうなケーキ売ってるんですね。ポムポムさ ん、いちごのタルト、はい、おいくらでしょうか。詳しいな。450円。はい、非常に美味しそうです。まさかね、こんな素敵なケーキが450円で。ちょっと待って、なんかラジオショッピングみたいになってるから。待ってください。ちょっとじゃあちょっと絵的に絵的に、そうそう、飾りながら、そんな感じで、はい、ということで、あの、ぜひ今年の誕生日用として、おはようございます、お召し上がりください。あの、竹原さん今年年男なんで、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。いや、なんかそういう系、おめでとうございます。いやいや、もうほら、ね、歌った方がいいですか。歌った方がいいですか。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、竹原さん、ハッピーバースデートゥーユー。すごい、もうこの、まあ、すいませんね、難しい声で。浜が歌ったらいいですかって言うから、またあのカラオケの18番湘南の風で。いやいやいや、そっちじゃないですよ。お前が歌うんかいって。今日パートナーの三好もいないの。今三好さん練習中。練習前ですから。三好さんがパートナーなんですか。はい。あ、そうなんですね。またね、あの長い歌をしつこく歌うんですよ。鳥取のエグザイルですね、2人でも。あ、そうなんですね。こっちが私、あっちが。すごいですね、なんかいろんなあのネーミングありますね。うちではどっちでしたっけ。ジョン・カビラさん。いや、もう本当にすいません、今日あのね、東京ホットワンダーハンターで聞いてるんですけど。途中で切れてね。真ん中だけちょっと1時間いただいてという感じでね。いいですよ、最後ね、1位は聞けるんで。そう、はい、あの、そちらの方は楽しんでいただきたいので、はい、あの、そこまで3時まではあのこちらの、ね、はい、ホームゲームレディオのスペシャルエディションを他局で映してもらっていいんですか。楽しんで。あ、それダメですね。ダメです。で、あの、ユースリームご覧の方はですね、あの、ユースリームのアプリの方で映像もお届けしておりますので、ぜひこちらも楽しんでいただきたいと思います。もう一度だけユーストリームのアクセス方法をお伝えします。 iPhone、 それから Android 携帯などのスマートフォンの方はユーストリームのアプリで FM825 を検索してください。だから3人はしなくても大丈夫なんだ。そして、パソコンからアクセスという方、なるほどね、こちらは FM 鳥取のホームページの方からユーストリームご覧になることができますので、簡単にアクセスできますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。さあ、ということで、まあ、竹花さんのお誕生日のお祝いも終わりましたので、タルトももうそろそろ乾くかもしれない。そう、あの、箱の中にないないしておいてくださいね。はい、はい、さあ、ということでですね、今日はですね、スペシャルエディションということで、まあ、昨年1年間は、ホームゲームレディオの中で、時間を20分ぐらいですかね。はいはい、今一生懸命竹花さんは箱にケーキをしまっておりますので少々お待ちくださいね。いや、いいですよ。大丈夫ですか。はい、お届けしていたんですが、うん、今日はまあ1時間の拡大バージョンということで、すごいな。はい、実はですね、あの、もうすでに、メールの方でちょっといろんな質問をいただいておりますので、すごい、はい、なっちゃいましたね。こちらをですね、ご紹介しなければということで、はい、じゃあちょっとまず、竹花さんへの質問がいろいろと来てますので。やべ、よかった。じゃあもうお願いします、しばらく。本当？いいですか、はい、ラジオネームマヨラさん、竹花さんに質問です。竹花さん、今シーズンどこ行くんですか。これ大事だ、うん、で、竹花節はもう鳥取では聞けないんですか。もう会えないんですか。なんか切実なメールが。どうなんですかね。いやいや、浜田さんに。どうなんですか。
やー、なんだこの奥に反応して奥に物が挟まってるから言い方してる2人は何なんだそう、そこであの石倉さんそこで突っ込む役でしたもんね、はい、そういう、はい、まあいろいろと、まあ、お話はいただいてるのはいただいてるんですけども、はい、まあなかなか年内はね、そうは言ってもガイナーレの方の仕事とかもいろいろあったりとかして、まあ、正直あんまりまだそういう具体的にお話聞いたりとかっていうのはできなかったんで、まあ、ここのところちょいちょいと、いろんなとこ行っていろんなお話聞きたりしながらどうしようかなっていう感じですねなるほどね、はい、まあ、じゃあ鳥取ではいなくなってしまう感じなんですか。いや、ジーズデリーに出店しようかなって思ってあ、すごいな、来年はじゃあジーズデリーのレポートで浦田とそうですねコンビを組んでという話がもしかしたらあんかもしれない。レポートっていうか、本当に出しちゃおうかなみたいなあ、何売りますか。それがね、今ちょっといまいち僕もそこの方向性ですごい悩んでて真剣に悩んでるっぽくてなんか怖いどうしどうバーガーもラーメンもそうなんですよね、もう結構隙がないっていうかね。そうですよね、はい、何の話ですか食い物です。この前渋谷歩いてたらケバブを切って売ってる。あ、ケバブ、あー、トルコ人の方ですね、はいはい。まあ、コスタリカの方も来るんでいいかなと思ってドレッドですよね、はい、関係ないと思いますけど、うん、すごいですね、昨日小針さんと二人でチームドレッドが出来上がってましたね。すごかったね。びっくりしましたね。まあ、僕は岸選手と被ってるから。まあ、それはいいんですよね。出ました。確かに。今日本人にも似てますねって言われた。本当に。ですもん。あ、うん。なんとなく昨日私耳合いが、ね、似てるなと思ってましたけど。まあちょっとこんなケムに巻いた感じでね。うまいことぼかしましたね。そうですね。はい、まあまあどっか決まればね、当然また。リリースです。リリースまでから出るんですけど、ご報告は出るとは、うん、出ますよね。リリースかどうか微妙なところですね、はい。そうですね。あれ？そうなんですか？いやでも出そうでしょ。それは出します。はい、はい、よろしくお願いしたいと思います。皆さん気にされてることだと思うんで。ですよね。はい、はいはい、ということで浜田さんが出してくれるということですので。ガイナレと、あ、今首ひねった教えませんけどね、ハマってマジですか。え、仲悪いんですか、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、クラブ代の人事意外と後で聞いてる。全然もう、そして、もう一人じゃあ竹原さんに個人的な質問が来てます。ラジオネームタラちゃんさん、ご結婚の予定は直球が来ましたね、これね。めちゃめちゃあれじゃないですか、プライベートじゃないですか。もう一個、鳥取の女性どうですか。いや、ご結婚の予定は全くないというか、まあさすがに今僕合コンとか言っても自己紹介するときは35歳独身無職ですっていうあれになっちゃうし全然引きがないですね、はい、もうね、もうちょっとそれきついなっていうねとこもありますし、まあまだまだ未熟者なのでね、多分誰かがねそういうのをせき止めてるんじゃないかなそういうのって何なんですか、そういうのもう FBI とかじゃないかなって。あ、国家権力的なものが、ね、国家権力的なものがね動いてるんじゃないかなって思うぐらいまあね、これ今この3人で結婚してるのが一番若い彼だけですからね。そうですね、浜田さんご結婚おめでとうございます、はい、あ、 ありがとうございます。浜田さん確認結婚されました。すいません、ありがとうございます。ただ竹原さんも出られましたね、はい、結婚式出られたんですよね、竹原さん、浜田さんも。いや、僕は別の方にえ、はい、またこっちで別パーティーが、別パーティーが、はい、ありますんで、やっていただけるんですか。はい、司会は僕っていうことですから。じゃあ、じゃあこちらで浜田さんは、はい、お呼びしていただける。結婚どうですか、浜田さん。はい、いかがですか、結婚の方は。いや、やっぱね、結婚っていいもんだなと思いますね。あ、はい、あ、素敵。すげえ月並みじゃん。どんなところが、どんなところが、まあこう、なんて言うんですかね、うん、なんて言ったらいいか分かんないですけど、やっぱいいかなって。なんか具体的にこう、はっきり言いますけど、面白くないですいやもう、ね、結婚してここが良かったね、ここが、そう、ここが良かったっていうところですか。そうです、そうですね、やっぱ安らげる場所ができたっていうところですかね。あ、で、奥さんのどこが好きなんですか。いやもう全部、まあどうでもいいんですけどね、そんな話は。そんなことなんか、はい、まあでもねそうですね、僕もこう、この前仙台実家帰ってまだ中学のサッカー部の連れで集まるのが4人ぐらいいるんですけど、はあ、そのうちの1人が家を建てまして、そこに集まるんですけど、こうふっと気づいたら僕しかいなくてね、もう独身が。あら、ごめんで2歳の子供とか走ったりとかしてて、はあ、そういう年か
人のことを見るとね、そう、そういうのを見るとね、ちょっと思いますよね、うん、なんか寂しい話になっちゃってまあ、ご予定ラスト、みんなが来てるの、入らないの見ないの、ディレクターすいません、曲、一曲見てもらっていいですかすいません、ちょっと一曲挟ませていただいていいですかね演歌とかよろしくださいちょっとこう、気分が上がるような曲をよろしくお願いしますはい、ということでガイナレットリホームゲームラディオスペシャルエディション、地図街道商店街道にあります御前ビル2階特設スタジオからこの後午後3時までの公開生放送、まだまだ続きます。ラディオバードスペシャルプログラム、ガイナレットトーリーホームゲームラディオ。Radio Bird Special Program. Gynaray Tatori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.さあ時刻は2時21分回っています。レディオバードスペシャルプログラム、ガイナーレとトリホームゲームレディオスペシャルエディションということで、地図街道商店街にあります御添ビル2階特設スタジオからこの後午後3時までの公開生放送をお届けしております。さあ竹花さんに質問が集中しておりましたが、うまくはぐらかされた感じもありつつみたいなところで、まだ答えられないみたいな部分もありつつ、そうですね、まあ、決まってないんでしょうそう、結婚なんか言ったじゃね、決まりはどん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 思うでしょうね、するぞもなろうって感じです。いやもうそこはあれですよね、どこにも答えられないまあ本当にねえんだぞ、誰にもわからない、彼女もいないしねえ、まあ、ねえ、うん、またちょっとなんかあの曲に行かないといけないような雰囲気なんで、ちょっと別の質問別の質問ですね、ラジオネームポンスケさんから、あ、ガイナレットトリの中についてですね、竹花さんから見て新しいチームどうですか、ぶっちゃけ勝てそうですか。また止まった、いやまた止まった、まあ去年というか去年までというかずっとね積み上げてきたものっていうのはまああると思って、本当に昨年のところのその得点を取るっていうゴールという部分が、うん、一番不足しているところかなというのはありますし、まあ、その部分を新しく入った、コスタリカの選手、はいはい、フォワードの選手がね、はい、やっぱり彼が本当に期待通りの活躍をして、本当にゴールを上げることができるかどうかっていうのがまあ一番のところだと思うので、まあ、さっきハマさんに聞いたら、うん、あれはやるって今日の午前中練習でもう見えたって言ってましたから。本当ですか。いやまだ僕は走ってるとこしか見てないんですよ。あれ竹原さん、いや浜田さんぐらいになるともう走りのホームで何が見えたんだ、見えちゃうっていうじゃあちょっとガイナーレのチームのこと続きで、うん、石倉さんにも質問が来てるんですけど、ガイナーレと取りご意見番ということで、今日から練習スタートで練習ご覧になってきたと思うんですけど、はい、練習を見てみての感想をまずお願いしますということで、監督が吉田監督が
いろいろ声かけてやってました。まあ今日なんかもちろんまだ軽い感じですけど、あの当然なんですけどね、新しく雰囲気変わって、あのすごく明るい雰囲気でもちろんやってるんですよね。まあ今から暗かったらしょうがないんで厳しい、うん、はい、まあ、あのここからどういう風に上げていくかってことだと思うし、逆に言うとね、これもガイナーレのファンもサポートもそうだし、どこのクラブもそうなんですけど、今が一番楽しいんですよ、ね、今が一番楽しい、どんなことが起こるんだろうみたいな、ワクワク感がね、いや本当そうだと思うんですよね、でもシーズンが終わる頃には絶対どっかが最下位なんですよ絶対どっかが1位なんですよ。だからこれはいつも思うことですけど、だから今が一番楽しいから、まさにどういう風になるのかなっていうのをそういう見ていきたいし、あのファンサポートの方も、あの今日日曜日でたくさんいらっしゃってましたけど、うん、まあ、土日とかね機会があるうちに、ぜひ見に来ていただいて、声などかけていただけると選手も頑張れるかなという感じですね。自分の目でね。そうなんですよね、はい、うん、特にあのコスタリカの2人は、風貌はなんかちょっとこうやりそうだなっていう感じなんですよ風貌というかこうなんかね雰囲気が、はい、ただまあこればっかり本当分かんないんでね、外国人選手っていうのはどういう風に力発揮するかっていうのが、ちょっと話しとりますけど、よく言う例えなんですけど、昔ストイコビッチ選手って来たんですよね、94年に、はいはい、あの来た時もダメ外人だったんですよ。もう完全に終わった選手が来たみたいな感じだったんですけど、うん、突然95年大活躍して MVP になったりとかするケースがあるんで、まあ、実際ねコスタリカからワンチョペット選手が来てね、ものすごい期待されたのにね、まあ、見事な外れだったんで同じようなことにならないようにはしてほしい、はい、まあ、ちょっとね時間もいりますよね。そうですね、外国人はやっぱり慣れるまでという日本、ね、結構やっぱそのサッカーとしてはやっぱ外国とやっぱり細かいところですけど全然違うし、やっぱ特に南米とかの方からってなれば、あ、中米か、日本みたいにこんなにこう守備とかで約束事があったり、コレクティブにやってる国っていうのはそうそうないですし、どっちかっていうとこうやっぱ一対一で止めりゃいいの世界のこうところなんで、まあそういう部分で慣れっていうのはいるし、特にブラジル人選手なんてね、あの日本のサッカー早い早いってみんな言うんで、やっぱそこに慣れる部分っていうのはまあ若干必要かなと思うんでね。日本に来て2日目ですからね。そうですよね、まだ何が食えて何が食えないかも分かってないんですから、そもそもちゃんとプレーできるのかっていうところからまずね考えてますもんね、はい、そうですよね、そしてですね、先ほどちょっとあの監督さんのお話が出たんですけど、はい、石倉さんもう一つ質問を、はいはい、ラジオネームトッキーさん、はい、吉澤監督さん昨日見た感じでなんとなく雰囲気が優しそうな感じがあったんですけど、はい、石倉さんから見て感想どうですか。あのねすごく優しそうなんです実際にだけど、ね、あのやっぱ今日ね試合あの練習後に話を聞いた時にはやっぱりその自分がそのビタヤとか松田さんがやってきたようなパスサッカーを志向してるんだと、でそのためにはやっぱりもっと選手がスキルを上げなきゃいけないし、うん、今日ちょっと午前中練習見た感じでは、まあ、まだだいぶ足りないなみたいな感じで、うん、これはちょっとやらなきゃダメだなって、まあ、やりますよみたいな感じで、なんか昨日 の、 ちょっと記者会見でですね、うんうん、まあ、正直大丈夫かっていうのはこう、ね、ものすごい人の良さそうな感じとはちょっとすごい違うなって感じで、むせてますけど、すいません誰か渡してると思いますよだからすごい逆にね昨日 の、 あの壇上でのどんだけ緊張してるんだっていうような感じとはちょっとすごく表情が違ってて、あ、なるほど、それは、ね、ちょっと意外、むしろ意外でしたね、はい、じゃあ本当にそれこそ練習を見に行かないと結構吉澤監督さんがどんな監督さんなのかっていうのを、そうですね、実際には分からないかもしれないですね。結構要求が高い監督なんだなという気がします。まあ、僕に言うんじゃなくて選手に言わなきゃいけないんですけどね、はい、人前で喋るって結構ね、やっぱり大変なことですよね、うん、まあまあ、しかもね、あれだけいきなり大勢の前の、そうなんですよね、こんなヘラヘラ喋れるにしても、まあまあまあ、まあ、そんなね、しかもね、好きなこと喋ってないっていう、チームに合流して間もない、はい、そう、だからそういう意味ではすごくちょっと逆に本当に練習場に来ていただけると、うん、すごく多分厳しいとか選手に要求したりとかっていうのが見えると思いますね。それはぜひ来てほしいですね。そうですね、はいはい、ちょっとそのあたりも含めつつということで、練習場には皆さんぜひ一度は足を運んでいただきたいと思います。そしてじゃあ、浜田さん、さっきからずっと、はい、うんうんと言いながら寝たのかなと思います話を聞いてらっしゃるですね、浜田さんに質問なんですけども、はい、ガイナーレ鳥取の今年のスローガンというのが絆
あ、ごめんなさい、信頼、失礼しました。それ去年の感じです。思いっきり間違ってましたね。大変失礼です。いやいや、高田さん、だいぶ似てるようでだいぶ違うこと言いましたね、今ね。疲れてますね。疲れてますね、やっぱりね。どうしたのかな、いろいろね、あのね、風も引き明けなんで、ね、私もね、あの、信頼ということだったんですけど、はい、新しいチームのスローガンというのは毎年どうやって決まるんですかという質問が来てます。どうやって、どうやって、社長の独断なんじゃないんですか。まあ、最終的にはあの社長が独断と決める、はい、形です。まあ、会社でみんなでという感じです。まあ、でもそういうクラブはね、やっぱりあのこうですよね、会社だからやっぱりこう社長が、最終決定もそう、はい、だからそこベルマルもそうだし、毎年ああいうのって、じゃあやっぱりこう皆さんスタッフの全員で決められる感じなんですか、チームの中では。いや、ぶっちゃけ、誰点が決めるところあるんですかね。おっと、なんかいろんな。多分スローガンはでも本当に社長とかが、決めて、まあ、そうですね、クラブストップかって持っていこうっていうところはすごい多いと思いますし、まあ、逆に言えばどういう会社でもね、やっぱそういう風だと思うんで。そうですよね。はい、はあ、ということで方向性決めてね、そこに向かっていくわけですからね。じゃあ少なくとも浜ではないかな。はい、いやでも分かりませんよ、広報ですからね。これから永遠言わなきゃいけない立場になりますからね。じゃあ、 あの広報ということで浜さん、もう一つ、はい、広報やっていて得したと思ったことなんですか。得したと思ったラジオネーム海さんから。得したと思ったこと、得した、なんですかね、なんですかね。そう、なんかあるんですか、なんか、そうですね、いいそうですね。まあ、あの何やっててもかもしれないんですけど、まあ、いろんな方とのつながりが増えるっていうところは非常にやってて、あのね、いいことかなと思います。いいですよ。今、竹原さんがね、ちょっとね、優等生ですね。はい、思います。竹原さん、はい、どうぞ一言。月並みだな。組織に属しちゃうとね、難しいですね。この5年僕と仕事してきて、なんでこんなにボキャブラリーがないのかなっていう。本当にもうね、いやいやもう。まあでも本当ね、浜も、1年目僕来た時は選手でしたから、ですよね、まあそこから広報やって4年で、まあいろいろとこうホームページの方とか携帯サイトとか、まあ導入してやって、まあ彼がね中心で、まあ頑張ってやってきたんで、なんか褒めようと思ったんですけど特に出てこないまあでもあの参加してるし、そういう意味ではこうすごく段階的にこう成長していると思いますし、まあ今年が特に飛躍の年になるんじゃないかなと。おー、ご結婚もされたしね。そうですね、やっぱりこう、まあでも一番大事なポジションであることは間違いないんで、候補っていうのは、まあ今後も責任を持ってね、頑張ってほしいな。なんかもう番組終わるみたいな感じ。お疲れ様でした。じゃあまた次回みたいな。ペプラに戻す。まあ、でも確かにあの広報とかやってるとこう石倉さんとか、まあいろいろライターの方とか高田さんとかみんなそうですけど、またそういうメディアの方たちとかちょっとこう営業とかやってたりするのとはまた違う方たちといろいろ知り合いになれたりとかっていうのは、あのすごく広報をやる大きなメリットだったりするんじゃないかなと思いますけど、そうですね、去年本当にもう1年間毎週金曜日に出ずかりなぐらいで出ていただいて、もうなんか自分の家みたいな感じでうちのスタジオですか、はい、スタジオに行かせてもらってあのリラックスしてやらせていただきました、ね、はい、今日ちょっとあの距離が遠いんでね、いや本当ですね、落ち着かないですあ、なるほど、はい、本調子じゃない感じなんです、はい、ですよね。でも、まあ、まあそういった意味でも私もよくあの浜田さんってどんな人なんですかっていう質問を他の皆さんからいろいろといただいていたりもしたんですけども、浜田さんはどんな人なんですか。どんな人、いや、あの見た感じのままの無難な無難なやつ。竹原さん、自分で自分で自分のこと無難って言うのかな。どうなんですか竹原さん。いや、わかんないですけど無難も立派な才能ですそうだな、武器がないのも武器って言いますよね。ただまあやっぱこの彼のキャラクターっていうのは僕はすごくあのある種こう候補に向いてるなっていうところもあって、やっぱりこう取材の申請とかいただいたりとかしてもやっぱり練習の関係であるとか、あのいろんな関係ちょっとお断りをしなきゃいけなかったり、時間をこう調整してもらわなきゃいけないとかっていうようなところがあるんですけど、まあ浜の場合はなんかこうそこをこうなんかこううまいこと相手の方とこう
いい距離持って、まあ、浜が言うならしょうがねえかっていう、こう思わせられるっていうのは、まあ、すごくこう、うん、それはでも才能ですよね。大事なことじゃないかなと思います。うん、まあ、最後なんで褒めておきますけどありがとうございます。横から声がはい、ということで、そしてじゃあチームのことをちょっともう一つじゃあお伺いしようかな。石倉さんに質問です。はい、コスタリカから来たお二人の選手なんですけど、はいはい、石倉さんご覧になってみて、どんな印象を持たれました？あと、お二人は活躍できそうですか？ぶっちゃけということで、今日の練習ちょっとボール蹴ったんですけど、ケニーですね、フォワードの、はい、なんかやっぱりこう柔軟だなっていう感じがちょっとですけど、まあ、見えましたね。はい、あとロイはスミスはね、足長いなと思って見てたんですけどまあリーチが長いのっていうのはね、ディフェンダーにとっての一つの武器なんで、っていうところなんですけど、まあ、活躍できるかっていうところだと、もうさっきの質問とちょっと被っちゃいますけど、こればっかりはね本当に分かんないんですよ、蓋上げてみないと。過去にそれこそ日本リーグ時代からでも超大物っていう選手が来て全然ダメだった選手もいれば良かった選手もいますしね。昔ミューレルってね、94年ワールドカップの優勝メンバーが柏に来ましたけど、あの全然ダメだったんですよね。あのトヨタカップで切り返しまくってた人。そうなんですよで、もうすぐ帰っちゃって、まあちょっとね、奥さんの方がやっぱり日本に馴染めなかったとか、そういうことが、まあ、彼はあったらしいですけどね。まあ、あと引っ越したらなんか家にあった家財道具が全部なくなってたとか、そういろいろ噂があるんですけど、ブラジルに持って帰っちゃったらしいんですけどね。まあ、まあそれはともかくとして、そういうこととか、それこそ今日から例えば日本食とかですけど、もう食事全然合わないとか、あとやっぱりコスタリカ今35度あるっていう話ですよね。で今日これだけ寒い中来てやってコンディションが整わないとか、きついな。そうですよね、蒸し暑いから暑いダメだとかっていうのがあるんで、いい方にもちろん転んでほしいですけど、どっちになるか、先日のこともあるし、ただすごく雰囲気やりそうこれはもうこれはもうなんかそこに戻ってくるんですけど、すごいなんかその他のクラブからもうなんかコスタリカ代表らしいぞとかいう感じがあるんで、それはでもいろんなところでつぶやかれてましたね。そういうね、格みたいなのっても結構大事ですよ。やる前から相手ビビってるっていうのはすごい大事なんででもそこ結構大事ですよ。スミス選手は結構大きさにびっくりしました。やっぱり見た感じの、いいですよ。本当にコバリと被ってたな昨日コバリにヘイスミスって言ったらちょっと怒られましたけど全然関係ないんですけど、質問としてコバリさんとスミス選手って、じゃ あの一緒にドレッドの美容室に行くんでしょうかねっていう質問が来てたんですけど、これはね、小金さんはね東京の美容室らしいんで、そうなんですね、よろしいです、このオフにちょっとあんだらしいですよ、ねはい、なるほど、そんな情報も入りつつ、はい、はい、ということで、じゃあちょっと様子を見つつ、見たところが、そうですね、だから逆にそれすごく大事だなと思うのは、周囲のやっぱサポートだと思うんですよね。で今、まあ、通訳代わりでスタッフの方ついてますけど、チームメートとかも例えばすごくコミュニケーションを取ってあげるとか、それこそ食事に行ってあげるとか、困ったことがあったらサポートしてあげるとかっていうことが結構大事なんですよね。だから過去に成功した外国人ってそういうところがあって、他のクラブとかでも、まあ、それは蓄積で過去にこういう失敗があったからとかってすごくサポートしてあげるとか、まあ、そういうのが大事なんで、でもちろん外来なんかだとね、予算とか人員限られてるんですけど、だファンサポーターの方がちょっとスペイン語を覚えて、そうですよね、声かけてあげるだけでも、オーラン・ブエナス・ディアスとか言ってあげたら、多分すごくこうテンション上がると思うんですよね。そういうの、ほんとそういう細かいことですけど、少しずつでもやっぱ気分よくプレーしてもらう、あとどれだけできるかっていうのはね、彼ら次第のところもありますけど、そうですね、そういうのはなんか鳥取全体でちょっとわっしょいわっしょいしてあげた方がいいかなっていう感じはしますけど、でもやっぱりこうサポーターの皆さんが声をかけるっていうのは大切ですよね。竹浜さん、選手の方に対してあれいや、昔そのブラジルの選手が湘南に来た選手が言ってて、あ、そうだなと思ったんですけど、やっぱりその日本って非常にこう島国で文化的にもものすごく特殊というか、やっぱこうブラジルからヨーロッパ行くのと、まあ、全然違うし、それは違いますよね、極端なこと言えばもうナイフとフォークでお食事する文化じゃないわけですし、食べ物も全然違うし、人の気質も違うし、やっぱどこ行ってもまあ、外国人の方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。だけど日本ってまだまだね、要は多民族国家じゃないので、やっぱり日本人という
たちがまあ大多数っていう中で、まあ、馴染むのはすごく大変だという話してましたし、あとはやっぱりそのこう生活のしやすさというか、あそういうところっていうのはやっぱ活躍には石倉さんの言う通り非常に関わってくると思うので、まああのサポーターだけじゃなくてやっぱ町の人に、変な話こう食堂のおばちゃんに優しくしてもらうとか、まあ、そういうのだけでも全然違うと思いますし、うんうん、なんかこう居場所がねできるだけでもやっぱりね、やっぱりこう、ね、自分のこと考えてみても、うん、あの僕もどちらかというと内向的な男なんで、非常にこう今すごい私黙ってたのに石川さん、いろんな土地に行くとですね、もう生まれたての小鹿のようにビクビクして来ているわけですけども、いいですか、ごめんなさい竹原さん、はい、全然関係ないんですけど、小鹿の竹原さん見たことがない、いやいやいや小鹿ですよ、もう浜田からもうバンビって言われてますから浜田さん呼んでます？呼んでないですでもあの本当その地域の方々とね、またコミュニティというか、まあ、そういうのができてくると、まあやっぱりすごくこうなんていうかな、こう地に足つけてというか、やっぱね、我々もそうだと思いますし、まあ、特に外国人の選手っていうのは大変なところがあると思うんで、まあ皆さんの方からこうそういう本当一言だけでもね全然違うと思いますし、あのそういうことが、まあ、活躍というか仕事ですから、彼らも、うん、あの仕事の成功につながっているんじゃないかなと思います。うん、なんかこう本当にこう精神的にこうサポートできるのはやっぱりサポーターだったりするとは思うので、そのあたりをねちょっとこう練習を見に行ったりした時に、あの一緒にこのままスペイン語を覚えてしまうのもいいかもしれませんしね、うん、ちょっとこう試してみるのもいいかもしれませんね。そしてあの先ほど通訳さんのお話が来てたんですけど、浜田さん、はい、一つですねスタッフの方についての質問が来てまして、はい、ですねラジオネームガイナーレ大好きさん、コスタリカから来たお二人の通訳を昨日スタッフの森脇さんが詳しいスタッフの森脇さんがされていたんですが、森脇さんって何カ国語を喋れるんですか？15カ国ぐらいそうですね、はい、いろいろ、まあ、あの海外というか結構旅するのも好きな方なの で、 なで、ね、はいはい、あの非常にいろんなところに行かれてるんですけど、あの話せる言語としてはあの日本語まあ、ね、あと、はい、英語とスペイン語が話せるそうです。あ、じゃあ昨日はもうスペイン語でやり取りをされてたんですね。はい、コスタリカはスペイン語だということなので、スペイン語で話は、こんにゃく、こんにゃくみたいな非常にずっと食べてないといけない、すごいな、はい、いいね、基本は3カ国語、はいですね。なんかでも今後もなんかいろいろとなんか覚えられそうな気配は漂ってますよね。覚えられてるのは新しいそうそうそう、まあ、なんか勉強をいろいろしてるみたいで、ね、なんか漂ってますよね、はい、はい、ということで基本は3カ国語ということで、コスタリカの方とはスペイン語でお話をされています。すごい質問じゃね、今思えばめちゃめちゃ詳しいっていう、はい、はい、さあそしてですねもう一人じゃあちょっと質問を言ってみようかな、浜田さん、はい、翼くんになりたいくんからです。ガイナーレ鳥取に入るにはどうしたらいいですか？そうです、過去小学校僕は3年生です。小学校3年生ですか？まずは早く大人になってもらうそこからまずは、ね、まずはそうですね、やっぱサッカーをもうやってるんですかね。やってるみたいですよ、ね、はい、なんで翼くんになりたいくんですからね。ですよね、はい、翼くんみたいになってもらえればいつでも入れると、はい、いつでもそれは入れると思いますけど、いつでも入ります、はい、もうちょっとこう具体的に、ね、やっぱりサッカーを好きになってですね、まあ、いつでもサッカーじゃないですけど、こう自分の日常にサッカーがあるっていう、なんていうんですかね、風に持っていくというか、そういう風にこう常に身近にサッカーボールを置いて、うん、成長してもらうことができたら、まあ、自然とサッカーも上手くなって、ガイナーレにも入れるんじゃないかなと思います。うん、竹花さん補足をお願いします。僕ですかそれはですよね、プロの選手として で、 ですよね。まあでもまあ本当に月並みなことしか言えないですけど、そういう質問には。でもやっぱりこうまずはね、サッカーを好きでずっと続けていくっていうのがまあ第一ですし、あとはあの選手でやっぱいろいろ話を聞いてて、やっぱ伸びる選手というか上に行く選手っていうのはまあ
サッカーの選手だけじゃないと思うんですけど、やっぱりみんなこうちょっと無理そうなこととかちょっと難しそうなことにチャレンジして、やっぱそれを試してみる、うん、まあ、本当簡単に言えばテレビで見たフェイントを本当にやってみようと思って練習して、今日この試合で本当1回はやってやろうって思うかどうかっていうところとかっていうのもすごくこう向上するには大切なことだと思うんで、やっぱそのチャレンジする気持ちっていうのは特にガイナーレの場合はね、チャレンジしていくっていうクラブなんで、すごく大事なんじゃないかなと思います。でもガイナーレ鳥取に入りたいですっていうお子さんたちがいるっていうのもすごく嬉しいことですよね。とてもありがたいことだと。あ、でもスクールとかもやってらっしゃるので、はい、そうです。ここでまずスクールを進めしないと、はい、浜田さん、そうです、そうです、広報、何、何今石川さんからものすごい指示が今石川さんからあ、スクールも思い出してやっておりまして、鳥取ではですね、毎週水曜日にバードスタジアム、バードスタジアムの方で、はい、スクールをやっているんですけども、はい、今バードスタジアムは改修中で、できてないので、また始まりましたら案内を差し上げますので、はい、じゃあウィークリーでまたやりましょうね、ぜひまあでもやっぱりね、小学校3年生でとりあえず試合見に来てもらうってことで、やっぱ会員とかになってもらうとすごくいいですね。そうですね、やっぱり試合に見に来てもらうっていうことに関しては、やっぱりこのガイナーレグリーンクラブというものがありまして、ナイスフォローが、はい、行きましょう浜田さん、それ、はい、はい、ガイナーレグリーンクラブのですね、会員を今絶賛募集をしております。ユーストリームご覧の方はちょっと画面をご覧いただけると、はい、募集中ですということで、はい、そしてその多分石倉さんフリップを返さないと浜田さんが喋れません。いやいや大丈夫です、大丈夫ですよ、それはもう丸暗記ですよね。暗記してます。はい、どうぞ、じゃあ見せつつお願いします。見せつつ、グリーン会員とかですね、はい、レギュラーちょっといいですか。あ、すいません、ありがとうございます。まあ、ぜひですね、気軽に入っていただけるのはグリーン会員、こちらが3000円、小中高生が1500円で、レギュラー会員っていうのはちょっと上がりまして、大人の方が5000円、小中高生が、2500円なんですけれども、見ていただける、ご観戦の際のですね、エリアにちょっと違いがありまして、はい、グリーン会員の方は、ゴール裏立ち見席とバックスタンド自由席、で、レギュラー会員の方は、ゴール裏立ち見席とバックスタンド自由席と、あとは、メインスタンドの自由席、こちらで見れるチケットが3枚ずつついてくるということになっておりますので、ぜひですね、お聞きの方でですね、ご興味のある方は、入会していただければと思います。はい、こちらの方はガイナーレ鳥取のですね、事務所とか、あとホームページ、あとですね、ローソンのロッピーからも、今日から、はい、はい、入会していただけますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。プレミア J でだって1年間ゴール裏とバックスタンド、メインスタンド自由入れて小中高で9000円ってむちゃくちゃ安いですよね。そうなんですよ、うん、それすごい安いんですよね。めちゃめちゃ安いですよね。でもやっぱ生でね、見てもらって、はい、本当すごいなっていう。でも本当5年前来てあれしてた時はこう子供たちもこうあんまりそのプロのサッカー選手とかっていうのはなんかこう見たことない、でもあんまり言う子いなかったんですけど、やっぱこういうものがガイダレっていうのが ねできてくると、まあ、身近な目標として、まあ、感じられるのかなと。昨日 の発表会の時もお子さん非常に、ね、たくさん、ね、でも多かったですね、いらっしゃってて、質問、はい、可愛い質問もたくさん飛び交っていたりもしたんですけど、可愛い質問も泣き声も飛び交ってたりしたので良かったです、はい、ということで、次回こちらの方もぜひ、入っていただきたいと思います。さあではこのあたりでかなり長丁場喋ってしまいますので、ちょっと1曲挟ませていただきたいと思います。はい、ということでこの後午後3時のまでの公開生放送まだまだ続きます。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainaray Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.
う一回聞きますね。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainaray Tatori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.さあ、あっという間に時刻は2時49分へと向かっています。レディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオスペシャルエディションということで、今日は地図街道商店街にあります五蔵園ビル2階の特設スタジオからこの後午後3時まで公開生放送をお届けしております。さあ、では質問を続けていきたいと思いますが、石倉さん、はい、教えてください。ラジオネームようこさん、はい、今だから言えるガイナーレ鳥取の秘密何かありませんか？今だから言える秘密なんだろう何答えるんだろう秘密ですか？秘密です。あ、これでもお三方にじゃあお伺いしようかな。まずじゃあ石倉さんから秘密。ちょっと待ってね、すっごい全然出てこない。全然いい感じも出てこない。じゃあ秘密できた人挙手制で大喜利みたいな。ちょっと待って、秘密、なんだろうな、秘密。私だけが知っているガイナーレ鳥取の秘密。秘密さっきまで携帯と。いや、これ…なんだろう、秘密がないですからね。出た、まあ、秘密ない。まあ、ある意味オープンなクラブですよね。なんでしょうね。なんだろう。実はこの選手こんなんですとかでもいいですし、なんだろう、秘密ね、そうですよね、難しい質問ですね、はい、あ、浜田さん、はい、どうぞ。僕去年なんですけど、はい、J リーグアウォーズというのに初めて行かせていただきまして、はいはいはい、監督と、うちからは服部選手が選ばれて、一緒に東京まで、ね、はいはい、行ってですね、はい、まあ、いろいろとこうよく、ね、横浜アリーナで、はい、やってるところを見ながらですね、あ、すごいなと思いながら帰ってきたんですけど、その時服部さんから預かった荷物を返せずに持ってて、今もそのまま服部さん移籍されたんで、ちょっと僕事務所に今服部さんが受賞された盾を持ってるっていう秘密です。それちょっと待って、ラジオで国会で厚労省じゃ秘密です。はい、秘密、後で送っときます。よろしくお願いします。秘密か、竹原さん、秘密眉間にしわが。全然秘密じゃないんですけど、はい、石川さん、ガイナーレの塚野社長と、ね、僕高校時代対戦したんです。同い年なんですよ、僕社長と、はい、で高校時代2回対戦して、1回は3対0で勝って、2回目4対0で勝ったんですよ。しかもその4対0のうち僕2得点。いや、すごい。でもすごいのが、社長が忘れてるって言い張るんですよ。そんなわけねえだろうっていうね。記憶から抹殺されてる。このだから都合は結構の意味ですね。だからまあ結構だから、その都合が悪いことを忘れてるってのは、もう社長としてどうなんだっていう言いたくもなるんですけど、それでもまあ、いいことなんでしょうね、多分ね。都合の悪いことは忘れていく、まあ、だから逆にある意味いろんなことを忘れてくれた方が、まあ、特に去年のこととか、まあ、忘れていくのもそれはそれでありかっていう感じですかね。てん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 みたいな、はい、忘れちゃダメなんですけどね。うん、はい、でも学生時代で2回対戦してて、結構な、ね、確率で対戦されてる感じになりましたね。米子東高校、松江東高校も米子東なんか目じゃなかったんですよ。、はい、じゃあもうここでいいでしょ。わかりました。すいません、もうこれ以上出ません。ごめんなさい、変えましょう質問。はい、わかりました、変えましょう。竹原さんに質問が来ております。はい、普段も選手との交流はあるんですか？誰と仲がいいんでしょうか、教えてください。交流ですか？うん、交流はまんべんなくですけど。でもカラオケの相方は三好コーチなんですよね。それは浜です。あ、浜田さんか。はい、あ、はい、あ、はいっていうか、そんなにもでも言ってないんですけど。まあもうピタッといかなくなりましたね。はい、結婚してから。結婚してから。いや、多分やっぱりこう我々も5年前だと僕30ですし、はい、ハマいくつ？5年前ですか、25?4?5 ですね。若いな。単純にもう年取ってきて、あ、もうちょっとカラオケまで持たないっていうか。飲みに行くのもどうだかっていう。もう、なるほどなるほど、次の日が大変ですからね。カラオケ行こうなんていう話にさえならないですね。言ってます。確かに、はい、
なるほど。あの竹花さんもう一つなんですけど、はい、竹花さんに竹花さん質問です。コスタリカには行かれたことあるんですか？え、僕ですか？全くないですね。今回のルートはじゃあ竹花さんルートとは違うんですね。まあ僕はもうあんまり今年の編成には関わってないので。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今年の、コスタリカには行ってないと。行ってないですね。先週は見たんですか？一応は。いや、見てないです。あ、見てないんですか？はい。なるほど。はい、ということで、まあ、ということで見てないものに関しては何も流さない。はい。あの、まあ、本当にあの言ってる間にですね、実はもうあの2時54分ということで。え？深いですね。はい、生放送の時間帯がもうあと4分を切ってしまった感じ。どうしたらいいですか？何を喋ったらいいの？そうなってるんですけど、実はですね、あのラジオの方はこの後公開生放送は3時までということなんですが、ユーストリームの方でちょっと延長戦ということで。まあ、そっからが本番です。そう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 。皆さん本当にそっち切ってください。そこからですからね。そっち切ったらもう時間は無駄になります。そうです。なので、そこから3時以降はですね、この会場にいらっしゃる皆さんと、あとユーストリームご覧の皆さんに向けての放送になりますので、まだまだこの辺ではこうちょっとこう答えられない回答も出てくるかな。ちょっと本腰入れていくかなみたいな感じになっておりますので、ぜひこの後3時からも、1時間ほどですが楽しんでいただきたいと思います。アクセス方法ですか？はい、じゃあお伝えしておきましょう。ユーストリームへのアクセス方法です。 iPhone それから Android 携帯などスマートフォンの方はだからまだ出してください。ユーストリームのアプリで FM825 こちらを検索してください。そしてパソコンからアクセスという方はFM 鳥取のホームページ、こちらから簡単アクセスができるようになっておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。そしてメッセージの方もお待ちしております。 825@radiobird.net こちらはメールの方です。 825@radiobird.net 質問お待ちしております。そしてツイッターの方はハッシュタグ FM825 ハッシュタグ FM825 でつぶやいていただきたいと思います。さあ、ということでお時間迫ってきておりますが、竹花さん、竹花さんとあのこちらにいらっしゃってからすぐにウィークリーインフォメーションに登場していただきまして、あの時お電話だったんですけど。あ、夜なごの時ですね。そうです、そうです。まだ夜なごの時で、はい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 、連絡がなかなかつかなくて結構大変だったんですけど、はい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 、でも5年間ですよね。そうですね。ほぼびっちり一緒にやらせていただきまして、はい、ありがとうございました。はい、ということでちょっとささやかなんですが、うちの可愛い女性スタッフから、あら、あら、すいません。お花を、花束贈呈ということで。また似合うな、この花と花。本当ね。いい男には花ですね。結構大きめの花束を、はい、ありがとうございます、はい、ケーキはもらうわ。いいな。ということで、あのじゃあラジオをお聞きの皆さんにちょっと一言ご挨拶を竹花さんの方からお願いしたいと思います。はい、じゃあお花を、あ、すみません、こちらお預かりしましょう。はい、まあ、本当に5年前に、縁があってガイナーレの方にお世話になることになって、まあ、一つ J リーグに上がるというところが目標にありながら、まあ、自分としてはやっぱこのクラブの土台作りというのが、まあ、仕事かなと思ってやってきたところで、本当にいろんな方に助けていただいて、まあ、今年去年か1年 J リーグがというシーズンを過ごして、まあ、ある程度本当にいい土台作りという意味では一段落かなというところではありますので、またここからあのクラブは、まあ、第2段階に、入っていきますけれども、ぜひ引き続きですね、ガイナーレの方を応援していただいて、また、たくさんの方で、鳥取を盛り上げて、もらえればなと思います。5年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやいや、時間がもう大丈夫なんですね。石倉さんがね、ずっと俺にこの尺をね、今ね、タイムキープがもう完璧でしたね。怖いんですよね。はい、ということで、まあ、本当に5年間お疲れ様でした。はい、はい、あのいろんな場面であの竹花さんには助けていただきまして。あれ、でもまた今度出るんですよね。多分ね、いずれ電話とかでね。そう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 。そうですね、いるかもわからないですしね。え、だってジーズデリーですね。そうです。あ、そうだ、ジーズデリー。その話続いてたんだ。今からミオちゃんと一緒に、はい、そうです、浦田と一緒にあのレポートを担当ということで、はい、あのその際にはぜひあのガイナレットのホームゲームレディオの方も手伝っていただければと思いますので、はい、頑張ります。よろしくお願いしたいと思います。あのまたあの本当にあの決まり次第というか鳥取にお越しの際はぜひ、はい、うちの番組にも出ていただきたいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでここまでお届けしてきましたガイナーレ鳥取ホームゲームレディオスペシャルエディションなんですが、この後午後3時からはユーストリームの方で配信をいたしますので、こちらもお楽しみいただきたいと思います。それではひとまずラジオの皆さんとはここでお別れとなります。ありがとうございました。東京ホットワンハンドありがとうございました。
さあ、こっからですね。さあ、皆さん。いや、すいません。はい、お待たせいたしました、みたいな感じで。若干回答に来て損をしたと思われてしまいました。そう。こっからでしょう。こっからですかね。一応、放送に載せられないお話はここからスタートということに。まあ、ある意味、ユーストリームの方もね、世界配信ですからね。そうなんですよね。まあ、ご覧になる方に向けてということで。すごいですよね。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ここからはですね、あと1時間ほど。お届けしていこうかなという1時間なの？別にあ後ろ大丈夫なんですか？あ、いいんですね、はい、気にせず行けと、はい、朝まで行ってやろうかな。まあまあいいんですよ、いいんですけど、はい、いいんですけど朝の番組がうちもここからオンエアになります。それもありかということ。鳥取モーニングエクスプレスってですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのかの有名な。はいはい。あのいつも別所鉄線つながれてるね。あれですね。はい。うちの宣伝もありがとうございます。ハバグッテじゃねえよ、めしょべつや。これラジオじゃ聞こえませんよ、言えませんよ。はい。さあ、ということで、これがですね、ツイッターの方にも実はいろいろとお話が、お話というか質問がまだまだ来ているということで、はい、ちょっとですね、ガンガンいきますか。さあ、はい、あの竹原さん、今のうちに鼻噛んでくださいね。今日風邪気味なんですよ、実は。そう超プライベートな質問にいっぱい答えていただいたんですけど。石倉さん、美容室はどちらですか？石倉さん、美容室はどちらですか？自分で買ってます。あ、本当ですか？自分のです、はい、自分です、はい。バリカン？バリカンで普通に。後ろどうしてるんですか？後ろ自分で。すごいですね。普通に、はい、頭の形いいんですよ。綺麗です、確かに。いや何日おきぐらいに？これね、でもこれもう始まってるんですか？始まってますよ。2週間おきぐらい始まってるんですか？やべえ。思いっきり聞いてたっしょ今。いや。やってますよ。ちょっとなんか終わりラジオ終わりましたみたいな感じだったから。なんか今曲の程度かな。全然。むしろなんか人数増えていってる。始まってたんだ。アクセスありがとうございます。やばいったな、はい、2週間おきですこれ、2週間おきぐらいかな。うっかりしましたよ。あんまりね伸びてからやるとね、あ逆にそれなんですね。厳しいんですよ、はい。へえ。なんですよ、はい。本当にでも綺麗な頭の形で買ってくれる人いないかな。あ、じゃあ会場の皆さんどなたか立候補お願いしたい。いやもう会場の人とかじゃなくてなんかこうなんかね。あ、なるほど。こう探しましょう、じゃあ来年、ね、うん、また来年今年今年今年はいくら僕が後役だからってそんな。でもその軽い勇気があるってことですよね。もう終わってる、はい、終わってる点だと、はいはい、そうなんですよ、はい、じゃあ今シーズンで探しましょう。竹原さんがそうですね、どこかに行かれてしまったわけですね。今度線とか入れましょうか、これ、アツシみたいなエグザイルライジングさんとか買います？いいですか、狂ったライターだな。今シーズンちょっとネーミング買いましょう。何ですか？クリス・ペプラーからアツシにしましょう。アツシ、いやもうだって、あ、アツシって言ったら日本選手って被る。紀元付き遺跡の騎士って言われて仲が知れてるんだと思うんですけど、はい、いやもうでも本当ね、あんまりふざけてるとね、真面目なガイナレンの戦術のこと語っててもね、でもお前おかしいやつだろって言われるね。そうですよ、いけないので、うちのご意見番さんです、はい、ギャップでしょ、やっぱりギャップですかね、はい、僕もギャップがある子には思いますね。女性もやっぱギャップがいいって言う、本当そうですよね、ツンデレですね、はい、ツンデレなのか、はい、これなんかこの話しましたよね、しましたよね多分ね、ハマもすごい優しそうに見えますけど、はい、家ではものすごい男らしかったりすると思うんですよね。え、亭主関白派なんですか？はい、いや、特にそんなことはないです。違いますすごい元気になりましたね、今。本当にそうだからってそう言って言う人いませんから、そうです、ね、あ、そうか、はい、そうですよね、はいはい、そして次の質問。ラッシャーさん、噂では GM を辞めて新しく誕生したマスコットの中に契約、マスコットの中の人で契約を更新したと聞いたんですが、本当ですか？いや、まさか本当情報っていうのは漏れるもんだな。本当です、やっぱり、まあグッズ担当の小林くんと一緒にいろいろやってきた中で、うん、やっぱこうイメージしたいる動きっていうものを一度やっぱ具現化しておかないとやっぱ伝わっていかないのかなっていうところはありますし、あ、そうね、見本見せるダンサーみたいな感じですね、はい、やっぱ着ぐるみって言ったら僕みたいなところありますから。あ、そういうのミササラドンなんか入ってましたよね。そうですね、入ってなかった、まあ、かつてのキングベルっていうねあれですよ、はい、おじいちゃん、僕ね、厚木あゆ祭りっていうのに似てて、はい、どよしもないまた話ですけど、はい、厚木のパルコがその着替える場所だったんですよ、はいはいはい、でキングベルに乗って、地下の駐車場みたいなところで、はい、着替えてくれと言われて、車が入っていって降りていくエレベーターみたいなのあるじゃないですか、はい、入んないからあれで降りろって言われて、
あれで入ったら、うん、エレベーター途中で止まって、僕1時間キングベル来ちゃうの閉じ込められる車内で閉じ込み事故ですね。 あってね、まあそんなこともあったな。面白いな。じゃあ着ぐるみをちょっとこう竹花さんって言ってみて返事するかもしれない今シーズン。そうですね、竹花さんって聞いたら、そうそう、話しかけたどのやつにも入ってるっていう、ね、そうですね、アウェーチームのにも入ってるみたいな。あれだからトッキーノとか出てきても竹花さんとか言ったらもう入ってるかもしれない、ね、でも今変わっちゃったかもしれないですけど、楽天のカラスコとか、はいはいはい、あの中に入ってる方はもともと横浜ベイスターズで、あのブラックホッシーが入っていて、それで買われて移籍して向こうに入られて、もともとトラックの運転手さんかなんかがボランティアでやってたのが、あまりの動きの良さにそっちが本職になってしまったっていう。あれさ、この中に人が入ってるってもう子供の夢ぶち壊しなくなってる。言うそれ、言うそれ、あ、お子さんが、ごめんね、ごめんね。いやでも本当昔湘南の頃にそのマスコットがいっぱいいるみたいなところがスポンサーだった頃があって、中に入るのでつぶらやプロダクションの方が来たんですよ。そしたらやっぱりね、もう動きがね、もう全然違くて、もうなんかやっぱプロってすごいなっていうのを今思い出しましたね。はあ、でもすごいな、 そうですよね。あれでもでも本当に人気のキャラクターさんとかもたくさんいらっしゃいますからね。そうなんですよね、うん、中に人なんか入ってないんだよ、うん、そうそういるんだよ、大人はみんな嘘言ってるんだからね。そう、いるんだよ、うん、竹原さん入ってないからね、大丈夫ですよ、うん、いるんだよ、トッキーノって本当にいるんだよめちゃめちゃ、うん、まあ、目力ものすごいやつで次の質問いきますか。銀ちゃんから社長と一緒に聞いてます候補の岩清水さんから、はい、社長と一緒に聞いてます。社長、僕に負けましたよね、高校の時に。本当ね、忘れちゃった。ますね、そこをやったら。本当ね、あれはね、もう納得いかない。塚野社長、もしお聞きでしたら、つぶやき返していただきたいと思います。よろしくお願いします。都合の悪いことはね、まあ人間。銀次郎は今どこに？今、事務所です。あ、だからある意味スパイですよね、銀。銀ちゃんね、なるほど、スパイですよ、スパイ。どういう浜田余計なこと喋ってねえだろうな。あ、なるほどそういうことか、見張られてます、うん、じゃあ多分スクール忘れたんでダメ出しが1個くらい浜田候補は卒がないなというメッセージ。浜田候補卒がないな、まるで我々が卒だらけなんか、いや卒あるんじゃないですかこれ、ね、卒まみれみたいな、だいぶ不都合な真実がいっぱい喋ってます。喋っちゃうんですか僕らね、はい、大丈夫です、はい。石倉さん、今度岸選手と並んでジェイズ・ゴールの写真あげてください。あー、それね、あー、いいですね。でもコスタリカの選手の写真上がってましたね、上げてましたけど、ジェイズ・ゴールの一面でね。そう、でも岸選手、いや、上げてもいいんだけど、それもね、あんまり僕晒してもね、自分の姿いろいろやりづらくなりません？いや、大丈夫、もうだってもう 全世界に配信されてますから。だってこうなんか3地方で僕もね、まあ、こうやってファンの方にはまあ顔知られてますけど、うん、島根じゃまだそうでもないんで。でももう有名人でしょ、ユース出てますからね。いやだってそれはレンタルビュー、ね、DVD 屋とか行ってこういろんな行きたいじゃないですか、こうカーテンの向こうとかに本屋さんでもほら本屋さんでも一あるじゃないですか、エリアがピンクのちょっと行ってみたい時あるじゃないですかまあ正直鳥取じゃいけないなと思ってるんですごいな、うん、ラジオじゃなくてよかった。インターネットで借りれますから今。そうなんですよ ね、 もうね、本当だってそれこそね、鳥取だったら写真撮られてね石倉直とか言われるわけですよダメでしょそう、それも間違いなく、でもなんか後ろ姿とかだったらいいかなと思ってますね、僕ね。横顔とか、あ、横顔ですね、うん、あ、それいいかもしれないですね、横顔、ね、横顔で本当になんかサイズがすごい近くてサイズが、うん、まあでも僕は体重95キロあるんで、僕は80キロぐらいなんで、あ、でもすげえ似てんなと思って、はい、でも自分で見てても思います、自分で見ててもなんかだから昨日ジェイズゴールでカメラ構えてたんですけど、多分岸選手も、あ、似てる人がいると思ったんでしょうね他の人みんな別の子見てるのに、岸選手だけカメラ目線なんですよ、ね、めっちゃ目が合う、後で見直したら多分、あ、なんだと思って見てたんだと思う、多分鏡みたいな、彼も気になってた、うん、じゃあこれはもうね、ちゃんと写真あげないとですね、うん、はい、やります、じゃあやりますということで、ジェイズゴール楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、そして金ちゃんから買いました、覚えてないって言ってました、社長すごい、塚野さんマジで聞いてる、 3年生の時の参院大会の決勝戦ですよ、松江商業高校のグラウンドでやったでしょ、雨の中 で3対0で、あと中国大会の3位決定戦
山口の維新記念公園でやったでしょ、それ4対0 俺が2得点塚野社長、またよろしくお願いします。つぶやき返しよろしくお願いします。公式記録今度もう取り寄せてきますからねすごい、もうすごいことになってますけど会場から、あ、じゃあ会場の方、何か質問があったらこの際なんで。ないないないのかな。いいですよ、何でもいいですよ。いいよ、立って立って、どうぞどうぞ。いいよ、後ろの僕、うん、そのまま立って。いいよいいよ、言って言って。なんか、なんか、シャイボーイ、シャイボーイあればどうぞ。あの、大人の方でも大丈夫ですよ。何か聞いて、あ、どうぞ、はい、後ろの隅田選手を期待してるんですけど、はい、隅田選手はどういうところを克服したら、フォワードで活躍できるようになるんですか。あー、まずなるほど僕ですか。あ、僕ですかね。まずは石倉さん。じゃあ、あの、これ、まあ、別に事実なんで言ってもいいと思います。去年先発で出た時期あったじゃないですか。で、そのまあ結果出せなかったんですけど、それ自体はしょうがないと思うんですよ。でも実はちょっとそのすごく先発で使われるよっていうような時期に風邪ひいて練習休んだことがあったんですよね、うん、体調不良とかで。でちょっとやっぱそれだとやっぱり、まあ、もちろんね、人間だからその体調悪くなることあるんですけど、まあ、ちょっと自分でチャンス手放しちゃったっていうところが正直あるんですよね。だからやっぱそういった、まあ、自覚がね、あの一言でないというのもちょっとあのはっきり分かんないところありますけど、あの本当に何が何でもものにしてやるとか、まあ、それこそちょっとこれが正しいかどうか別として、もう張ってでも出てくるぐらいのなんか気迫があった、それぐらいこう出すとちょっといいかなと思ったりしますね。でもともとやっぱりスピードっていうのは教えられないことはよく言うんですけどね、足速いの、足速いのって教えられないんですよ、選手、あのコーチは。だそういう人にないものやっぱ持ってるから、すごく期待できるのは事実だと思いますし、まあ、逆にね、完全移籍でもう完全にね、鳥取でここでやらないと本当に彼のね、キャリアがそんなに続かないかもしれないから、そういう意味ではそういうメンタル面のところかなっていう気がちょっとしてますけどね、はい、うん。でもね、隅田選手も今年本当に今シーズン活躍してほしい選手の一人では絶対ありますからね。まあ、先輩の浜田さんから。お、はい、高校の先輩なんですよ。あ、そうだ、はい、そうなんですよ、はい、僕の弟と一緒にプレーをしててですね、僕の弟も栄高校なんですけど、はい、まあ、本当に弟かっこいいんですよね。え、誰が。浜田さんの弟に、はい、いい男なんですよ。あ、すいません、ね、はい、いや、もうなんか兄の悪いところを見て育ってる弟なんでいや、大丈夫ですよ。今の杉田君の高校生、杉田さんですよ、そうそう、ね、弟さんの話をグイッと戻してすごかったんでしょ。いや、もう高校の時からですね、あの、まあ、うちとっていうかガイナーレと練習試合した時に、あの高校生の時に出てたりしてたんですけども、そのガイナーレの選手を 2,3 人引きずってドリブルしていくような引きずって、はい、あのそれぐらいパワフルというか、スピードもあっていい選手だったので、そういうところをやっぱりこう存分に出せるように、さっき石倉さんが言われたんですけども、うん、メンタルのところをやっぱりしっかりやってもらうのが一番いいんじゃないかなと僕は思います。はい、はい、竹花さんは。まあ、あの今お二人が言ったみたいに、彼の良さっていうのはやっぱスピードとか意外と僕は力強さとかそういう強引さみたいなところだと思うんで、まあ、まずは自分の特徴をね、一番最初に考えて、どうしてもこう真面目というかあれな子なんで、いろいろとこう考えるところがあって、逆にそのそっちが出せなくなるみたいな傾向はあるので、まあ、シンプルに自分のこうあれこれ考えないでね、あのまずはその特徴を全開に出していくっていうのをあの考えてやっていけば、まあポテンシャルは非常にありますし、ああいう去年1点取ったゴールみたいなのがね、やっぱ彼の良さだと思うので、まあとにかく本当に積極的にやってもらえればなと思います。まあもうそれはもう練習にしても何にしても、そうですね、っていうことですかね。まあまあ、いためますね。どうしていいのか今分からない。もう息止まるかと思います。練習にしても何にしてもね、まあ練習からですから言っても、そうですね、はいはい、あのちょっとあの風邪気味なんで、多分今あのちょっと酸欠状態になって、っ酸欠状態になって倒れるかな。はいはい、どうぞ。今季のキャプテンは
誰ですか。あ、気になりますね。今期のキャプテン。まだ、これいつ、まだ決まってないです。これから、はい、いつ頃決まるもんなんですか。あれはいつもキャンプの時とか中ですね、はい、あ、そうなんですね、はい、うん、いつもは、はい、まあ、また監督も変わったんでタイミングは、ね、はい、いろいろチームの顔ぶれも変わってるし違うくなるかもしれないですけど、そんなそんなすぐ取れるんですかね、そうじゃないかなと思いますけど、これってなんかこうキャンプ中 の, その練習であったりとかそういうので決まっていくものなんですか。キャプテンってどういう感じで選出されるんですか。基本監督が選出するんですね。そうですね、あ、そうなんですか、うん、じゃ あ, 別にこう選手間同士でとかっていうわけでもなく、もう監督さん指名で、そうですね、決まっていく感じ、まあ、学級委員長みたいな感じで決まらないことだけは確かに、うん、選挙する小の字限りしないんですけどしないです、あ、しないですね、あ、なるほど、なるほどね、はい、ということで、キャンプの後ぐらいですかね、じゃ中とか、中とか、そんな感じですかね、中とか、まあ、ひょっとしたらもうちょっと早いかもしれない、はい、まだ決まってませんということで、はい、もう少し発表はお待ちいただきたいと思います。そしてその前にも、そういう若い選手をサポートするのはスタッフさんですよねってツッコミが入ってああ、ああはい、いや、まあ微妙ですよね、でもね、まあ、正直プロ選手としての自覚っていうのはそれ以前のところだと思うところがありますよ。あー、なるほど。だって、うんうん、若手の選手に関してですね、お前ちゃんと汗拭いたかとか別に言わなきゃいけないかっていう話もねあるんでね、歯磨いた、うん、早く寝ろよってね、鈴木福君かみたいな話になっちゃう、ね、うん、丸もですよね、まあ逆にね、それあの周りがもちろん言ってあげるのももしかしたら大事かもしれないけど、最終的にはね、うん、自分のね、自分でね、やんなきゃいけない、まあ、プロの選手っていうことを考えるとそのあたりのケアも自分でっていうのがやっぱりこう基本的なことではあるのかもしれないですね、うん、あの年頃だから当然ね、遊びにも行きたい飲みにも行きたいって当然ありますけど、うんうん、別にそれでプレーできないんだったら勝手にどうぞって話なんでね、プロ選手ですから、まあ、でもそれはそうですよ、ね、うん、それで出られなくて首切られて困るのはあなたでしょって話も、うんうん、でもまあその他のサポートに関してはスタッフの皆さんがついてくださるものもあるけれども、うん、自分のその自己管理的なものは自分できっちりとっていうのが、ね、基本的なスタンスかもしれませんね、はいはい、ということで、若い選手のサポートをするのもスタッフさんですが自己管理は自分でというのが基本ですということです。はい、質問ありますか。大丈夫ですか。質問ってか、社長が練習場で知り合いの方に石倉さんは高校の時のライバルだったみたいなことを話されているのをちらっと聞いたことがあります。誰だこれ。えらい引っ張りますね、この話題。引っ張りますね。一般の人、一般の方ですか。あの結局で僕もね、これ以上言わないのは僕高校の時までなんですよ、そんな同じレベルで。あちら元 J リーガーなんですよ、はい、使ってしまう、はい、私もあの早稲田のレギュラーとかなってないんだよもう本当に、はい、ただ高校の時は勝ちましたよ、そこチームは勝ちましたよ、僕は2点取りましたよ、うん、それは事実です。でそれを塚野社長が忘れてるというのが、ね、そうなんです、忘れてるって僕に言うんです。が、はい、そこがポイントだそうです。そこがポイントなんですけど、塚野さん でもまああの元 J リーガーとしての社長って初めてなんでね、初めてとか今唯一ですよね、はい、あ、はい、そうか、そうなんですよ、はい、だからそういう意味では、まあ実際インタビューした時もね、うん、戦力外になった選手の気持ちが分かるみたいな、自分もね戦力外っていうことになってるんで、まあ、そういうところが、鳥取のなんていうか、まあ、ある意味カラーみたいなところ でもあるでしょうから、はい、まあそれ、まあ、でもそこまでだな、でも結局忘れてるのは事実。そしてそれを認めない、ね、ダメだそれは。ダメだダメですダメですダメです。会場の皆さん、他に何かご質問ある方いらっしゃいませんか。どうぞ、大人の方でもいいですし、何かある、どうぞ、よかったらいいですよ。あ、どうぞ、はい、あのハメドはどうなる。あー、そうだ、気になるところです。ハメド選手はあのツートップね、あのはい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 、うん、まだでもあの契約のようなこといろいろやってるっていうふうには僕は聞いてますけど、昨日もそういう発表でしたね、うん、難しいところだと思いますよね。彼が海外にプレーしたいっていうのはもうあの彼の目標はレアル・マドリードでプレーすることですから、レアル・マドリードを自分の力で救うって言ってますから、はい、だからもちろんそれぐらいの野心があるっていうのは別に大事なことだと思うんですけど、一方で今もうチームはスタートして、他の選手が今同じように横一線でスタートしてるわけですよね。だから鳥取にとってはもしかしたら必要な選手なのかもしれないけど、まあ、いつまでも鳥取がハメドを待つってことによって、
その今一生懸命競争している選手たちの立場がどうなのかっていうのがあるじゃないですか、うん、だからここからは結構難しい判断じゃないかなと思いますけどね。いずれカメラがもし海外とかに行けなくても、じゃあガイナーレ鳥取が同じように契約することがチーム作りにとってプラスなのかマイナスなのかっていうのは、まあ、これは社長とか、まあ、監督が判断することですけど、まあ、正直あんまり長く引っ張るのは良くないんじゃないかなというのが僕は思ってますけどね。あの具体的にはどうなのか分かんないですよ。それこそね、今日あたりもハンコースとかサインとかしてるかもしれないからなんとも言えないですけど、はい、うん、昨日の時点ででしたからね、うん、だからハメドすごく愛されてるし、うん、日本である程度やってるからガイナーレと取っては慣れ親しんでる選手だけど、まあ、去年取った点数は4点ですからね、その選手を必死に引き止める必要があるのかっていうのはクラブがどう判断するかっていうことだと思いますけどね、はい、うん、難しいところですね。こういうのってでもあの外国人の選手の方あの結構こう調整中という方いらっしゃるんですけど、うん、2人ですね、ジョン・ドーン、あ、今2人、うん、このガイナーレの中では2人なんですけど、大体こうどのあたりをめどにとかっていうのって考えてらっしゃるんですかね。それはもう向こうのオファーの次第によってっていう感じで動いてらっしゃるんですか。いろいろあるんじゃないですか。結局だってドンホなんかもともとマリノ、F マリノスのね選手ですもんね。あ、そうですね、彼はレンタルなの で、F マリノスがどうしたいかっていうのももちろんあるし、まあ、本当にその、まあ、外国人の選手っていうのはいろいろとね、国も違えば、うん、規約だったりそのメンタリティとかいろいろなものだったり、またそこにエージェントがいたりとかいろいろなものがやっぱり関わってくる場合が多いので、まあ、一概にそのいつまでどうこうって、まあ、それはチームとしてはね、ある程度目処は立ててここまでは判断をしようというのは当然出てきますけれども、本当にケースバイケースみたいなパターンかなと思いますけどね、うん、じゃあもう少しハメド選手もドンホ選手も待つ。ドンホなんかはね、ロンドン五輪の一応候補メンバーですから、ね、来年韓国が本大会普通に行ったらって呼ばれたら結構出られないかもしれないんですよね、 J2 に。夏場ですもんね、夏場 ね、韓国とか多分オリンピック前とか下手すら1ヶ月ぐらい合宿しますから、ね、そうすると本大会含めて2ヶ月ぐらい出られないかもしれないって考えるとなんか微妙、うん、鳥取として微妙、ね、悩ましいなと。いや、もちろんね、名誉なことなんでしょうけど、うん、鳥取として送り出すのもですよ、うん、でも貴重な戦力が一人いなくなるっていうことが、まあ、どう判断されるかなというのは、まあ、今こうやってね多分聞いてらっしゃる社長がいろいろ判断されることだと思います。社長聞いてる程で話が進んでる感じ、はい、まあ本当難しいところですけどね、はい、代表が絡んでくるっていうところは、ね、本当にこう判断がしづらいというか、そうですよね、まあ、現に今も彼はねキャンプ中なので、うん、そういう意味では、まあ、すごくいいことだし、やっぱクラブから、まあ、どこの国だろうが代表の選手がいるっていうのはすごくあれですし、例えばオリンピックをこうみんなじゃあ試合を見ようってなった時も、例えばじゃあガイナーレにいたとして、ドンホが出てるからっていうのでやっぱ韓国のチームも見ようと思うし、うん、なりますよね、そういうつながりとかも出てくるんで、うん、まあ、それはそれでいいことだし、まあ、一方で、じゃあでもいないんでしょっていうところもあるので、まあ、すごく難しい判断だなと思いますけど、うん、もう社長が聞いてるって分かった途端にも浜田さんが一言も言わないで何なんだろうなこいつはっていう、いやいや、それはもうね、浜田さん、なんか後でいろいろあるんで、まあ、後でいろいろは特に多分ないですけど なんか言いづらいこととかあるの。いや、何もない、はい、こう言いづらい、え、うん、はい、いや、なんかこう、ほら、うん、ね、あんまり余計なこと喋るとこう後で怒られるとか。いや、余計なことっていうか、ぶっちゃけるな、まあ、一応まあ立場的なところがありますね。あ、なるほど、はい、立場で言ったらやっぱね、GGC 会員とか、はい、GGC 会員を募集しておりました。いや、もうそれやったらよ、もういいですか。立場的なとこって始めたか、いい、お前は立場失ったけどみたいな感じの上から今言ってきたけど、そんなことは竹原さんとは違うんですよ、全く。もう一回ジジシーやっていきましょうって、ジジイ会員の募集を今現在行っております。はい、どうぞ。まだ入ってない方はぜひ、よろしくお願いします。グリーン会員はですね、大人3000円、小中高生は1500円となっておりまして、観戦チケット、ゴール裏立ち見席とバックスタンド自由席、見ていただけるチケットが3枚ついてきます。その上のレギュラー会員はですね、大人の、料金が5000円、小中高生が2500円となっておりまして、こちらは、ゴール裏立ち見席、バックスタンド自由席と、あとメインスタンドの自由席の観戦していただけるチケットが3枚ついてきます。ぜひですね、こちらの方にご入会ください。こちらの方は、
ガイナトトリのホームページから、あとは全国のローソン、ロッピーから、ご入会いただけます。ぜひ皆さんご入会ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ご入会の方もぜひお友達を誘っていただいて、そう、ね、一人でも多くの方に、ね、入っていただいて、ね、小中高1500円でチケット3枚ってむちゃくちゃ安いよね。お年玉がみんな残ってるんじゃないのか。レギュラー会員だと2500円。もう石倉さんはいつでも使えるチケットですからね。あちこちの上に、はい、端数余ってるだろ、1500円ぐらい。余ってるだろ、ね、入っとこう。モンハンとか買っても余ってるだろう。具体名が出てくる。はい、さあ、そしてですね、まだまだツイッターの方に、ツイッターの方に、はい、どしどしと、どしどしと質問、公園遊びを増やしてください。ああ、公園遊びを増やしてください。すごい魅力的なコンテンツですよね、鳥取としてはね。そうですね、やっぱり、まあ、一番このクラブと皆さんがこう触れ合える一番身近なイベントというかですね、まあっていうのが公園遊びだと思うので、これはもうどんどんやっていきたいなとは、思ってます。はい、本当にね、なんかこう身近に触れ合えるチャンスってなかなかないんですけど、はい、それをこうもっともっと拡大してっていう感じのところも、いろんなイベントがまだまだ組まれていくんですか。その質問が、選手と市民が関われる何か新しいイベント、取り組みは考えられていますか。すみません、先走って質問してしまいました。申し訳ありません。どうぞ、浜田さん。そうですね、いろいろと、まあ、考えています。お、今ただ考え中なので、詳しいことは詳しくはガイナレットとウィークリーインフォメーションを、はい、聞いていただきたいと。多いですね、さらなるファンの拡大の取り組みについてアイデアはありますか。あ、皆さんやっぱりね、まあ、でももっともっとやっぱりたくさんいろんな人支持してほしいと思ってらっしゃるんですよね。1個はね、去年までいろいろと G's Deli とか、まずはホームゲームっていうところがあると思うので、まあそこに関してはG's Deli とか、まあいろんなイベントとかステージとか、まあやらせてもらったりとかしましたけど、まあ去年やったことをホームタウンデーとかいろいろ含めて、まあより精度を上げてコツ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 やっていくっていうようなところと、あとはまた昨日もクラブの方で新入団のああいう発表会っていうのを、また昨年一昨年までとは違う形でね、やったというのもあるので、また今やってることをそうやってパワーアップもしながら、前に進んでいくっていうのが、まあ月並みですけど、まあある程度やってることはね、公園遊び含めて非常にいいコンテンツが揃ってると思うので、まあ、このままコツコツやっていくということかなと思いますけど、でも本当に、昨年浜が言えよ、こういう戻って戻ってますから、ね、仕事がGM に戻ってますみたいな感じもあります。もう少し選手とサポが増えた機会を増やしてください。 GM はこんなサポと近いチームはいないと言ってましたが、確かに GM は近かったと。いや、僕は近かった。お褒めの言葉が来ましたね、竹花さん。もう今ね、近いですけど、ただね、独身ないの、独身になっちゃいましたからね。そうですね、まあ、いろんなものが遠くなった面もありますけど、でもそれが今来まして、子どもたちも最近のガイナレは遠くなったと嘆いていますと。まあ一個はやっぱり J リーグっていうところで試合数が増えたりとか、トレーニングっていうのも2ブレーンが出てきたりとか、いろんな要素はありますけど、まあ、そこでやっぱりギリギリのね、調整をしながら、本当にやれる分は出ていくっていうのは変わらないクラブのスタンスだと思うので、本当できるだけのことをこうできるだけ、クラブとしてはやりたいと思ってると思いますし、ちょっとここいいよな。いや、もうこの今日まではもう GM の立場でお話をしていただく形でいきましょう。じゃあ遠くなったって言われるのは結構、そうなんですよね。これはちょっと寂しいことでもありますからね。お子さんたちがね、結構そういうふうにこうおっしゃってるっていうのが、今までやっぱこう近かっただけにっていうのが余計にあるんでしょうね。これはね、ちょっとぜひこの機会だから言っておきたいですけど、試合の時にやっぱりミックスゾーン出たところでサインを求めてる、子供たちとかがいっぱいいるんですよね。で、まあ、もちろんする選手もいるし、しない選手もいるんですけど、基本できるだけやった方がいいなと思っ
ていて、うん、もちろんね、多分 J リーグになって結構ファンの方も増えてきて、うん、一人一人やってると大変ね、ちょっとキリがないとか、寒い時なんかはやっぱり当然ね、風邪ひいちゃダメだとかいうのもあるんですけど、でもなんかサインくださいって言ってて平然とイヤホンして無視していて、無視されたらもう二度と応援しないでしょ。だからそこはちょっと考えた方がいいかなって思ってるんですよね。でもちろん負けた時にサインしづらいかなっていうのもあると思うし、いろんな思いがあると思うんですけど、特にやっぱり練習来れないじゃないですか、子供たちって平日だから、はい、うん、で土曜日なんか試合前日だからやっぱバタバタしてるとかあるし、うん、で試合の時だけしかやっぱ来れない、ね、お父さんお母さんが試合しかなかなか連れて来れないっていう方もいると思うんで、なんかできるだけサインはちょっとしてほしいなっていうのがすごく思いました。JFL 時代がね結構、うん、割といい感じで緩く結構サインとかもね、うん、してもらっていたんで、そこはもちろんねファンサポーターの方が自分たちでやっぱ節度持ってやるってことももちろん必要ですけど、うん、マナーも守りつつ、マナーは守らなきゃいけないんですけど、うん、ジーコって、はい、ジーコさん、はい、昔の日本代表の人ね、はい、サインだけしたんですよ。サインすごくする人だったんですよね、うん、世界中のフラメンゴファンにサインするのが夢だとか言ってたりしますよ、うんうん、だけど結局なんかやっぱそれがサインするのやっぱ仕事だっていう感覚があると思う。だから仕事と思っちゃいけない、仕事と思っちゃいけないというか、仕事だからと思ってやってほしくないんですけど、うん、これ難しいんですけどね。だけどやっぱりちょっとしたサインもらったっていうだけでその子が将来サッカーをやるかもしれないわけだし、外なり入るかもしれないわけだしっていうのはちょっと気になっているので、そこはぜひ考え直していただきたい。考え直してというかね、うんうん、ちょっと意識するだけで違うと思うんですよね。できないときはごめんなさいって一言言えばいいと思うんですよ、うんうん、あ、そうですよね、うん、それも必要ですよね、うんうん、それもコミュニケーションの一つですか、ある程度のところでスタッフがちょっとこの辺でいいですかって言ってあげるのも大事だと思うし、うん、はい、ということで浜田さん、はい、そういった声があるのは聞いてますんで、どんどんこれからも聞いてたね、まあまあでもね、もっと、はい、伝えていけるようにしたいなと。チームのサポもパイプ役がいなくなるのが不安ということなので、え、なんですか、 GM がいなくなるとチームとサポのパイプ役がいなくなるのが不安、はい、大丈夫ですよ、いっぱいいますから、まあ、主に浜だろう、主にまた仕事が増えるみたいな浜田さんの仕事が、はい、僕にできることであればもう何でもしようと思ってますんで、できないことはできないんですけど、できることはしますんで、まあそうだね、いや、はい、浜田さんはできる子ですから、できる、できる、できる子だ、君はできる子だ、うん、できることはやります、うん、力強い、はい、心強い、モバイルコンテンツの充実をお願いします。ああ、モバイルコンテンツ、はい、いろいろと企画をですね、まあ考えながらやってはいるんですけども、なかなか実行に移せていないというこの現実がありまして、もっと充実するように本当に今年ですね、今年はいろいろと、やっていきたいなと思っておりますんで、引き続き、はい、こちらの方ガイナルモバイル月315円となっておりまして、はい、スマートフォンにも対応いたしましたんで、こちらの方もぜひですね、皆さん見ていただきたいなと思います。はい、スマートフォンいつからですかという質問がレディオバードにも来てましたもう始まってるんですよ、はい、もうやってますよ、はい、始まってますよ、ということでぜひね、こちらの方の、でもモバイルコンテンツも徐々にですけど、こういろんなコンテンツが増えてきて、あれ見てやっぱりこうサポーターの方もね、チームの内情が分かるみたいなところはありますからね、はい、はい、そのあたりはぜひとも皆さん入会いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そして、はい、では会場内の方、ご質問がある方いらっしゃいましたらどうぞ挙手をお願いしたいと思います。大丈夫ですか、何でもいいですよちょっと恥ずかしいですか恥ずかしい感じですか、なんかないかな、さっき の, 石倉さんのサインの件に石倉さんいいこと言われましたっていうつぶやきが今ツイッターの方に、いやでもね、はい、どうぞ、まあ、ぶっちゃけ勝田選手は、まあ、今回抜けたじゃないですか、はい、ご覧のチームで、まあ、既存の選手も確かにいい選手がいるのはいるんですけど、まあ、他に、まあ、そんなんで加入するという予定はあるんですかね、そんなんで新たに今後新たにですねこれ多分それはですね、ここにいるメンツでは誰も知らないと思うので一応もいないんじゃないかなっていう、はい、どうですかね、いや全然でも、今のところ特にね、まあ、特にハメドとね、ドンホどうするかって、そうすると28人ですよね、
あと30人だ。あとね、逆にこれちょっとまああの話の趣旨と若干ずれるかもしれないですけど、結構最初から枠持っとくよりもあのちょっと余裕持っといて、予算的にも余裕持っといて、あのシーズン半分ぐらいのところでこう結構ポイントポイントでっていう場合があるんですよね。例えばまあもちろんボランチなんか今ちょっと足りないなと思うんだけど、例えば森選手とかすごくやっぱり去年成長してるし、まあ秋人とかもすごくプレー機会ってねやってるんで、あとまあ例えばなんか内田選手なんかもちょっとねポテンシャルとしてはボランチできるかなっていうのもあるんで、あのそこら辺は安田監督がどういうふうに組み合わせるかによって意外と後に取っとくっていうのは結構あるんですよね。外国人枠もそういうのがあったりするんで、去年があまりなかったり、そうなんですよね。だから逆にそこに取っといた方が、あのなんていうか、あの先にやっといて逆になんかダブついちゃったみたいなことがね起こるかなっていう、入れ替え戦もその方である、ね、可能性ありますからね。うん、だからそこを考えていくと、あのそういうふうに使うのも一つの手かなという、うん、逆に森選手とかはもう多分ね十分正直できると思います、力としては。はい、逆にハットみたいな存在がいなくなった方がそういう選手が出場機会を得て結果的にクラブの未来にとってはプラスかもしれない。うん、今あの新しい選手がということであったんですけど、ちょっとメールの方の一通、ラジオネームマーチッペさん、日本人選手で新たに加入された選手をご覧になっていかがですか、うん、という質問が来てるんですけど、なぎらくんかっこよかった。いや外見は、うん、彼島根です、ね、島根県人です、ね、島根県人ですね、はい、僕と同じなんですよ。あ、そうなんですか。はい、島根、僕島根県人です、彼も島根県人で、はあ、やっぱかっこいいんだなっていう、はい、いやいや別にそれだけですよ。なぎらくんはかっこいいって言ってるんですよ。あ、やばい、はい、男ですよ。でも彼なんかやっぱりもともとね、うん、やっぱ U20 代表でねワールドユース出てるようなポテンシャル、うんうん、やっぱりすごい選手だと思うし、すごく期待できるなというか、まあ、本当にやってもらわないとっていうぐらいの感じですよね。このまま終わってしまうような選手ではないと思いますし、まあ、あと岸選手はでかい、あとキャラかぶってる、見た目の感想だから、そういう意味ではあの多分センターバックっていうところは本当に補強ポイントだったと思うんですよね今年ね。うん、去年やっぱりあの怪我とかもあっていろいろメンバーがかなり変わったっていうのもあるんで、そこがしっかり固定できればだいぶ変わってくると思うし、まあ、逆にねこうやってスミス選手とか投げる選手とか入ってきましたけど、うん、じゃあね内間選手とか加藤選手とかね、ですです、このまま引き下がってもらっちゃ困るわけですから、はい、ハイサイハイサイ、ね、ハイサイおっしゃってましたね昨日ね、はい、あれがあのシーズンのハイライトになってもじゃ困る。はい、いやそりゃそうですよ、あそこで笑われたら困ります。はいはい、もう今ね3時半で練習始まったんで絶対本人聞いてないんで、午後練習始まってますね。はい、はい、そして、ツイッターの方来てますか。どこだったか忘れたが、プロ野球チームでトレーディングカードを配ってたようなサイン、サインができないときは各選手が持ってそういうのを配ってた。あ、なるほど。これね、そう、まあ、フロンターレもやってますよね。はい、もともとはね、これ僕浦和レッズ担当してたんで、はい、あの浦和レッズなんかでもあのポストカード配ってましたね。そうです、ポストカードで、はいはい、これ実は、まあ、そこにスポンサーもついてるんですけど、ポストカードがあって、そこにも事前にサインをしておくんですね選手が。だからパパッと配ると早いっていう。うん、でこれちょっと話長くなっちゃいますけど、いいですよ、はい、読売巨人軍にね僕実はねちょっと前の会社の関係で行ったことがあって、ファンサービスどうしたらいいんだみたいな話になってですね、それこそ今話題の清武代表と一緒にランチしたことがあるんですよ。これねファンサービスみたいな、はい、その時別に泣いてなかったんですけどね今日だけだけども、で、その時にそのファンサービスでカードでっていう話になって、でその巨人でもそういうの準備してるんだけど選手がなかなかサインしないんだっていうような話になったんですよ。はい、でその時に僕が一緒に行った上司がですね、もうサインすることなんかそんな大したことじゃないですよ、うん、だからそれすごくいいアイデアだと思います僕は。こういうカードとか、うん、何かね、事前に準備しといて、うん、サインしとくのは別にできるじゃないですか時間が合間に、うんうんうん、だからそれで本当に配っていったりすればいいと思うですよね。うん、それはすごくファンサービスとしては結構だから他のクラブも真似してたりするんですよね、うん、そういうのをね、はい、もともと一番最初にやったのは横浜フリューゲルスだと思いますけどね。へ、はい、もう僕担当してたんで、はい、浜田さんどうですかこういう案は。いやそういった取り組みはぜひしていきたいのはしていきたいんですけども、まあいろいろと社内事情的なところもあったりする、ま、守りに入ってるなコメントが。できる範囲でいろいろと可能な限りやっていきたいなと思います。はいはい、できないことはできないという浜田さん。
でも考え方としてはありだと思う、すごく。まあ一案としてね、ちょっとこうね、それがサインしない言い訳になるならですよ。まあそうですね、こういう言い方したらちょっと失礼かもしれない。そうだから、まあそれは、うん、でも確かにそれで選手の負担が減るのだったら、それはそれで一つのやり方だと思うんですよ。そうですよね、うん、でこうそういうね、こうちょっとしてもらえなかったみたいなところもなくなるわけですからね、うん、一つの方法としては、ね、元浦和レッズの永井選手なんか一人だったら、中田浩二選手だったかな、一枚とか当たり入れてるんですよね。何が当たるんですか。いや、なんか小ガードに特別なメッセージが一枚だけ入ってたりするとかね。毎日そういうのやったりするんですよ。なるほどね、はい、それすごくなんかいいなと思ってね。なんかそういうのもちょっとしたコミュニケーションにもなりますからね。ちょっとしたことなんですよね。はい、まあそんなに時間もかからないでしょうしね。はいはい、そのあたりでぜひじゃあ浜田さんちょっと一案としてお持ち帰りいただければと思います。はい。はいはい、そして、鳥取の中西部で選手と交流できる場を。ああ、なるほど。鳥取中西部で、はい、1月29日、ね、選手と。これ東部です。なんかありますか？これ東部なの？東部です。あ、そう。ちょっと近々のイベント情報など。野人スタジアムとかね。そうですね、話もできますか。野人スタジアムのこけら落としは公式戦でしょうか。こけら落としはまだ着工もしてないですよね。だけどあれなんです、なんかその着工するときに何かやるんですかね。着工するときには何かやる、何かというのは。いや、なんかこう、あの地鎮祭シャンシャンとか食わさすとかあるじゃないですか。はやるはずです。あ、やるんですね。はい、あ、そういうのになんかファンの方とか読んだら面白いですよね。はい、あ、西部の方でも。そうですね、中部の方でもやっぱり僕らも、まあね、ホームタウンが全県、うん、鳥取県をということになってるんで、うん、まあそっちの中部とか西部の方も、重点的にというか、もっと行けるようにイベントを組んでいこうという話に、うん、社内でもなっておりますし、どんどん増やしていきたいなと思っていますんで。そうですね、はい、いつまでもね、コナンばっかりにね取られてて、られててもね、はい、はい、まあ、なんかアクセスでしょうね。あ、バスちょっと増やすとか、そうですね、ありかなっていう感じがしますけど、うんうん、たくさんね声かけて来ていただければと思いますね。そうですよね、うん、でもサポーターの方の中にはね、毎回毎回ホームゲームにね、あちらの米子の方から来てらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますからね。だからなんかこうぜひともそのあたりでこうなんか乗り合わせ企画みたいなものが、うん、見つかればいいなっていうのはね、やっぱりありますよね。さあ、そして何かありますか。秘書祈願の参拝は詳しいな、皆さん。これはもうお済みでしょうか。秘書祈願の参拝はまだ行ってません。一応今計画を立てておりまして、近々お知らせできるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ちょっと決まるまでなんか嘘つきみたいになると嫌なので発表しませんけど、近々発表します。なんでそのなんか実現できなかった時のって保険が多いですね。まあ嘘をつきすぎて猿僕を見てますから。なるほど、そうだったんですね、理由は。そういうあれなんですか。どれだあんまりなんか答えられる質問もないんで、ケーキでも食べてえ、あなた、ボドエンビルの美味しそうなケーキですね、タルト、はい、そうですね、ボドエンビル、ね、いちごタルト。あ、どうぞ、お気になさらずに続けてもらってやっときます、はい、やっときますよ、はい、やってきますよ、やってきます。あ、じゃあ、とりあえず竹原さんにケーキのお味の感想を。まだ食べてませんね。あ、本当ですか。はい、今ビロンって感じで、まあ、質問をね。はい、わかりました。じゃあちょっと進めますね。言っていただいて、ちょっとフォークが何か、はい、あ、すいません、今フォーク持ってきて、はい、はい、すいません、ちょっとフォークが来ます。今大事故が起こる、ねね、今まさかの、まさかのひっくり返すかと思いました。心臓が止まるかと思いました。そんなアメリカンコメディみたいなことが起こっていいんですか。びっくりした。あ、びっくりした。はい、ケーキってね、なかなか食うことないんでね、うん、やっぱ男の一人暮らししてると。あ、そうですよね、はい、あ、もうちょ、思い切り今ヒゲにスポンジが、ヒゲに、はい、そもそもあんまり確かにね、なんかこう甘いもの食べないっていうか、はい、え、苦手なんですか。世界中に公開されてケーキ食べるんですよ今。苦手じゃないですけど、はい、甘いのよりはっていう感じですか。積極的に、え、食べます。いや、だってケーキ買って食べないですもんね、やっぱりもらってとか、ね、まあ、もらったら食べますよね、うん、自分でっていうの結構難しいかもしれない。もらってとか作ってもらってとかですよ。作ってたらいいな、なんか作ってもらったことねえけどさ。美味しいですか。黙々と、はい、はい、どうですか。今ね、竹田さんアップです。いちごのタルトかなと思ったら、
中はあのレアチーズケーキで、あらおしゃれ。でそれにイチゴの酸味がね、はい、ずっとアクセントになって、あのすごく美味しい渾身のこの一品、はい、山岡志郎みたいな感じで一応お伝えしておきますが、はい、グルメ番組ではありません。子供の頃小学校3年生ぐらいの時に、うん、友達の家に遊びに行ったら、あのお母さんがケーキを焼いたって言って、あその時僕初めて、はい、生まれて初めてレアチーズケーキっていうのを食べたんですよ。その時こんなうまいものがこの世の中にあるのかって思ったのを今思い出しました。そのケーキを、はい、レアチーズケーキとか本当ね、もうあの頃なんかもうレアチーズケーキなんて ね、あのそれこそレアですよね。あの バタークリームのケーキとかありますよね。そうそうそう、あれは頭痛くなるんですよね、食べ過ぎるとね、カッチカチあれはしんどい、超ケーキ談義になってます、はい、はい、ということであのケーキも召し上がっていただいて、うん、あ、いいでしょ、あ、はい、食べ続けてください。わかりました、頑張りますね、はい、その間頑張りますね、はい、ということでレアチーズケーキだったという、ご存じビルさんの2階にありますカフェのいちごの乗ったレアチーズケーキです、うん、美味しそう、カレーも美味しかったです、カレーも美味しかったです。今日お昼私たちカレーだったんですけどね。そんな話がどうでもいいな、はい、いいな、カレーはあのサラダとコーヒーがついて800円、甘すぎずね、800円、はい、単品600円です、はい、そしてセットになると800円、200円違いでお得なので、ぜひとも800円でセットの方、本当にこう風情があるビルですよね、ご存じで ね、そうなんですよね。もうこの前あのすまんねえ話だったいいですよ、今なら止められますよ、今なら止められますよ、いや、いいですよ、行きましょう。いや僕好きな食べ物何かなってこの前あの電車新幹線乗ってる時ずっと考えてたんですよ。はでよくやるのがやっぱ出張が多かったり、うん、移動が多い職種なもんですから、あの食べログってあるんですよ、うんうん、あれ見てで、あれ見て結局一人でパッと入れるってなるとやっぱラーメンとかになっちゃうんですよね、うんうん、あ、まあそうですよね。で俺本当にラーメンが好きなのかなってもうずっと考えてて、すごい自己分析ですねそれものすごい自分と向き合いましたね、はい、で出た結論は、はい、やっぱカレーだな。そんな学食みたいな話でいいんですか。結局なんかカレーとかハンバーグとかそういうの好きなのかな。今だって今出た結論はって言ってるから一瞬みんな浸透なんですよ。それでカレー、あのお寿司もすごい好きなんですけど、はいはい、あの鳥取来て僕すごいびっくりしたことっていうのが、うん、まあいくつかあるんですけど、はいはい、あのお寿司屋さんがすごい安くて、あ、まあそうですね、やっぱりあの関東の方行くとお寿司屋さんで飲むなんていうのはもう本当にあの、まあ、エグゼクティブの方たちが、そうですね、あのもう愛人抱えてる社長みたいな行くとあのなんですか、値段書いてないっていう感じの、そうね、時価ですね、はい、可能性がある、ね、皿に乗ってないってやつですね、今ね、恐ろしくて門もくぐれないみたいな感じですけどこっちは本当にやっぱお魚がね安くて美味しいんで、うん、みんなお寿司屋さんで飲むし、何度ね、浜田に奢ったかはもう分からないぐらい浜田さん、奢、はい、ってもらいました、はい、いただきました美味しかったですか、です、ね、はい、この今まで5年間の投資をね、あの回収してから帰ろうかな、じゃあもうガイナーレ、あれガイナーレ応援ザルってどこだ、応援ザン、応援ザラは、あの北海道、北海道、はい、あ、北海道、 あれもびっくりしたよね、北海道も本当に回転寿司がこんなにうまくて安くて、ね、うん、北海道さんの本当回転寿司美味しいですよ、ね、マイナー応援皿だけ食べるか、はい、だけ食べ、だけ寿司を北海道で食べて一歩出たら au の携帯で電話をして、そうで、ね、でコカコーラを飲んで締めるみたいな、ね、そういうことですね、そういう感じですね、で最後は減ったらガイナレバナナを食べる、そう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 、フルコースです、小腹が空いたらね、フルコースで、朝は牛乳と、はい、大好きでね、はい、サマドで、はい、サマドで、はい、サマドで、お土産はフィナンシェでね、そうそうか、モーラしました、モーラ、もう大丈夫、忘れてると思います、だから行き帰りはね、ナノオプトニクスの電気自動車で、はい、湯はね、太陽光、あ、そうかそうか、太陽漏れ、漏れてませんか、大丈夫ですか、もう漏らせませんよ、ここはここまで言ったら考えて、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、行きました、全部大丈夫です、贅沢してあげば、大戦黒星、それも忘れちゃいます、でも本当にその食べ物はね本当に美味しいなっていう、やっぱりこう太平洋沿岸とこう魚の種類も違うし、そうですね、あ、お魚の種類はそうですね、あのノドグロのお刺身とか、うんうん、あのサバを生で食べたりとかそういうのはなかなかないなって、うん、できないですよね、そうですよね、はい、まあでも回転寿司が美味しいというのはありますよね、やっぱりね、
すごい時代ですよね。すごいしみじみこっち向いて言われましたけど。回転寿司っつったら昔僕の仙台なんかだとあの元禄寿司しかなかったですからね。ああ、なんかありますね。元禄寿司。元禄寿司っていうのは昔あったんですよ結構。へえ。だけどもう今どんどん押されてきて、あれもうなくなったんですかね。もうかっぱ寿司とかですかね。あでもあのそういえば FC 東京のサポーターの方のブログをなんかちょっと見たんですけど、うん、鳥取のお寿司屋さんが安くて美味しいっていうのがたくさんの方が書かれてて、うん、どうやら皆さんお寿司屋さんに行かれてたみたいなんですけど、うんうんうん、でもやっぱりああいうなんかこう食でこう鳥取いいところだなっていうのを改めてこうガイナーレ鳥取の応援、まあ、相手チームの方のサポーターの方も応援に来てもらって知ってもらってっていうのをいっぱいいろんなところで書かれているのを見るとものすごいやっぱりその辺は貢献してるよなっていうのはありありと見て取れますよね。ジーズデイなんてすごい好評ですからね。そうですよね、うん、本当に美味しいもの今本当にたくさんありますからね、あそこもね。おそうそう、浦田城がいろいろ食べられるんですよ。羨ましいです。すいません、はい、僕のせいでなんかもう不毛な5分間ぐらい大丈夫ですよ、ええ、まだこういう、まだこういう宇田トークも大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、言いましょう、大丈夫です、ここのコーナーは宇田宇田トークが多いですから、そうです。カレーが好きだとかどうでもいい。新ユニフォームの発表は、新ユニフォームの発表はいつですか。新ユニフォームの発表は今のところ2月に入ってからを予定してます。はい、まあ、例年ぐらいの、ね、そうですね、いつも開幕の前2週間ぐらい前にあの発表させてもらってるんですけど、多分それぐらいになるんじゃないかなと思います。デザイン案っていうのは今いくつか上がってるんですか。もういや、ユニフォーム自体はあのサプライヤーのヒューメルさんの方から、うん、まあ上がってくるというか提供してもらうもんなんで。どう止まっちゃった。いやいやいや、基本は今年は変わらないです。基本はデザインはあまり変わらないです。はい、それならスポンサーとかどうですか。うん、大丈夫ですか。サインをもらいに行けない遠方のファンのために、不定期にでもサインとその選手の背番号の入ったユニを通販してほしいです。ああ、通販事業です。サイン入りの背番号入りの、サイン入りユニって通販できるのかな。サイン入りユニフォーム、あの、まあ、できるね、背番号が入ってるやつです。背番号、まあ、企画としてね、うん、そうですね、グッズのあれでサインまで入れて、そう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 、お送りしますっていうのはありますね。何回かやったことはありますし、背番号は通販というかネットの方でも入れていただくことはできるんで、そのまた企画をおそらくやるのかやらないのかやるとは思うんですけど、そういうのをやった際には、卒がねえな、やった時にはこうそこで買っていただく。帰って何勝手なこと言うなとか怒られるの、それ。なんかいろんなこと言うと、そんなこと、いや、そんなこと営業サイトに、そんなことない、そんなこと軽々しく言うなとか、そんなことないんで、大丈夫なの。やたらとなんかできなかったことのもう保険が、いや保険トークだな。いやいや、そんなことない。あ、なんですか。やっぱ浜田さんみたいに生きていかなきゃいけないなって、また一つ勉強して、常にもう常にもうセーフティーネット、セーフティーネット。暴走しちゃうとダメ。今日一つ勉強させてもらいました。本当に勉強になる。では新しいグッズはどうですか。なんか出そうですか。新しいグッズもちょっとグッズは新しいものもありますし、今まで既存のものでちょっとバージョンが変わったというか、うん、そういうようなものも出てきますし、基本は、まあ、どこの J リーグチームもそうですけど、開幕戦のところあたりから、まあ、用意どんで、どんどん納品がされてくるという形になると思うので、それはもう間違いなく新しいものは出てくるかなと思います。うん、GM です。はい、GM が出ます。最後告知ですね。GGC のローソン受付はいつからなんでしょうか。はい、今日からです。あ、今日からです。GGC 会員のローソンでの受付は今日からです。はい。よろしくお願いします。常にそれぐらいの切れ味でこうトークを。はい。浜田さん、いつからですか、ローソンは。ローソン、今日からです。はい。さっきから今日って言ってんじゃないですか。なんか3回が4回ぐらい言っとかないと。今日からですね、よろしくお願いします。今日からです。はい、はい、もう受付始まってますので、今ローソンに行ってほしい。ロッピーでお願いします。はい、どこのコンビニでしたっけ。全国のローソンです。わかりました。なるほど。はい、ということでこのぐらいやってこないとね。はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いしたいと思います。今日から、ぜひ今年はイベントセーブでもいろいろやりま
ましょうと西武事務所の所長と話をしています。あ、西武でもイベントをいろいろやりましょう。はい、ぜひ。はい、ぜひ。はい、ぜひというお答えが今返ってきました。はい。お話しコスタリカの2人、石倉さんから見た終わりましたよね。ああ、やりそう、はい、やりそう、うん、でも、うん、わかんないけどやりそう基本的にそういうことです、はい、あの今後もあの石倉さんの練習レポートは続々と出てくるんですよね、ブログのレポートはね、うん、いやいやいや、あ、まあまあそうですね、うん、はい、いろいろとやれればと思ってます。もちろん、何しろ、まあ、じゃあ今やってる練習はどうするんだっていう話はさておきですよ、さておきですよ、僕が知るんじゃないですか。いやいやいや、いやいや、もうそこはもうレディオバード、そこはうちのご意見番なんで、はい、あのあれですよね、今の練習は多分岸選手が見てるんですね。そうです、やってます同じ人もう内部スパイです。石倉さんもフリーなんで、やっぱりギャラの方が高い。そうそう、はい、本当に、はい、そう、今岸選手がご覧になってくださってるということで、ご覧になってる、一生懸命走ってますよ、はい、まあでも本当生で見てもらってね、やっぱこうふっとこう僕も今こうなんていうんですか、少しちょっとこうフリーな立場でというか慣れたりするとこう、いや今いろいろ聞いてて、やっぱこの時期ならではの楽しみというか、こう新しい選手入ってどうかなとか、自分で見てみて活躍するかなとか、また練習試合見に行ってみて、うん、どうなんだろうっていうようなとか、また始まったら始まったでね、別の楽しみ方があると思うんで、この時期でしかできない楽しみ方っていうのをぜひ、でまたシーズンチケットも買ってもらってワクワクして待ってもらうと。そうですね、シーズンチケットをですね、GGC 会員の方でですね、シーズンチケットの方も販売しておりますので、それの方プレミア会員というところで、あのオフザピッチパーティーとか、そういった会員限定のイベントにも参加していただける、このプレミアム会員、ぜひ皆さんご入会ください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、ここまでサブリミナル効果なんですどこから切っても出てくるみたいな浜田さんの告知が。はい、ということで、まあ、先ほどの練習のね、あの現場もぜひとも足を運んでという話もありましたが、昨年のチームのイメージとはまたね、こう印象も変わってくる感じもありますし、もう変わってきますよ ね、監督変わってますからね、雰囲気も、ね、はい、変わることもありますので、うん、そのあたりも含めてということで、ぜひあの練習場の方にも足を運んでいただきたいと思いますのでライブ向に向かって手を振って、今一瞬木選手が来たのかと思ってたんですけど、はい、はい、ということで、まあ、ここまでユーズリーム使ってお届けしてきたんですけども、まあ、そろそろ終わりの時間ですか、ディレクター、うんうん、ということで、もう終わり、うん、まあ、浜田さん広報業務でそろそろグランドボトルないと本当に、ね、あ、そうか、そう、あの浜田さん今日の心配は雨が降ったんで午後からの練習来なかったなって言われるのが嫌だっていうのを、ね、始める前に、ね、おっしゃってましたので、はい、この辺りで締めたいなと思います。あの本当にあのツイッターの皆さん、いろいろつぶやいていただきまして、質問等々いただきましてありがとうございました。またね、ぜひこういう機会があればね、いろいろちょっとこうオフトークみたいな感じでやりたいなと思います。その際には竹花さんには戻ってきていただいてご参加いただきたいと思いますので、今度はなんかあれですよね、あのお店の探訪みたいなのしながら、ああ、え、あの外ロケですか、飲み歩くんですか、飲みながら食べ全然あのホームゲームレディオとは全く関係ない、どこに連れ出されるんでしょうみたいな、そういう感じの手でいきたいな。でもあれですね、ジーズゼリー一軒ずつ回っていくなんか ね、 そうですね、あそこで座ってやるっていうんですよね、うん、え、ホームゲームレディオ、うん、朝までこう教育論を語ってみたりとか、はあ、だいぶ難しいですね。この町の明日みたいな。ああ、そこ大事ですね。はい、それ私らで語れますかね。語れるでしょう。大丈夫ですか。草の根の意見です。語れます。なるほどね。あ、草の根の一つですね。うん、はい、そういうこと。なるほど、わかりました。さあ、ということで今のディレクターから OK サインが出ましたので、もう終われと。もう終われと。お前らうだうだ喋るなということで。6月から3日。はい、さあということで残り時間3分ということです。もう終わるので3時間なので、僕3時間かかったらいけるか、まあ、いけるけど大丈夫です、はい、いろんなあの噂が飛び交っております。まだ大丈夫っていうのはあと1時間ぐらい喋れるいや、もうあと数分ですよね、もう数分ですか。はい、じゃあここまでちょっとあのユーストリームご覧になっていただいた方に皆さん一言ずついただきたいと思いますので、じゃあまずあの浜田さんからいきましょう。はい、はい、長い時間お聞きいただきましてありがとうございました今年もガイナイ鳥取はですね、いろいろな取り組みをして皆さんと共に歩んでいけたらと思います。応援をまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではご意見番、はい、長い間お疲れ様でございました。ガイナーレ
の将来が皆さんは不安だと思うし楽しみだと思うし、うん、でもそれは外慣れがないとできないことなんで、それは本当に鳥取にプロのサッカークラブがあるっていう幸せだと思うので、僕自身もですね、それはもう外慣れがダメになったら自分の仕事がなくなるっていう不安はもちろんあるんですけどそれも含めて外慣れがあるありがたみを、噛み締めながら今シーズンも取材して皆さんに楽しんでいただければと思いますので、皆さんもスタジアムでお会いしましょう、はい、ありがとうございます。今年もホームゲームレディオでお世話になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います、はい、はい、そして竹原さん、ではそうですね、ガイナーレグリーンクラブの方を募集してますまた GM にも最後にクラブの募集始まって、ということでロッピーの方で今日からやってますんで、はい、今日からぜひ入会していただければなというのと、まあ、クラブがこういう形で、立ち上がって、まあ、本当教員団の頃からね、ずっとっていうところで一つ J リーグというところのステージに上がって、また本当さっきも言いましたけど第2ターンというところで、ただまあ変わられないのはやっぱりこうクラブがあるっていうのと、それを支えてくれる皆さんと、まあ、行政とかスポンサーとか、地域丸々含めて、ガイナーレ鳥取だと思いますし、本当にチームが勝つ勝たないというところもやっぱりその地域の力っていうのをみんな合わせてっていうのは大切なことだと思うので、まあ、引き続きこの鳥取という地で、まあ、ガイナーレっていうのが成功してもらえることを、僕もどこにいるか分かりませんけど祈ってますし、ぜひ引き続きスタジアムに足を運んでもらって、できるならば、来年必ず、最低皆さん一人でも、新しく足を運ぶという方を連れて、バートスタジアムの方にトリスタの方に来ていただければなと思います、ぜひ浜田がいろいろイベントもやるって言ってますし、いろいろな要望にもお答えできるように頑張りますんで、今後ともガイナーレの方よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。甲斐さんありがとうございました。またこのメンバーで朝までよろしくお願いしますというツイキャスのつぶやきもしていただいております。じゃあ次回は朝までということで、いや今日の12時ぐらいから始まるいや本当に私何時間喋るんでしょうか、私になりますが、鳥取モーニングエクスプレスです。朝までじゃあそのまま入るみたいな、そのまま行こう。じゃあ明日の朝は山下アナに担当お願いしますので、モーニングエクスプレスはそのまま残っていただいてという感じになりますが、またね、本当にこういう機会があればぜひこういうユースリーム、それから公開生放送を使っていろんなうだうだトークをお届けしていきたいと思いますので、その際はぜひ皆さんご参加をよろしくお願いしたいと思います。本当に今日たくさんのツイッターの方で、つぶやいていただいた方たくさんありがとうございました。あと今日会場にいらっしゃってください皆さん、寒い中ありがとうございました。たくさんいただきましてありがとうございます。あとね、質問も急に振ってしまって申し訳なかったんですが、ありがとうございました。はい、ということでこのあたりでお別れとなります。じゃあまた竹原さん戻ってきてくれるのをお待ちしておりますので、お待ちしてます。はい、ホームゲームレディオに登場してください。そうですね、はい、うち出入り自由なんでよろしくお願いします。知ってます、はい、急に柴村選手が出たりするんで、はい、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ではまた皆さんどこかでお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。